はい、じゃあ始めていきましょう。今日のタイトル一緒に読みましょう。さん、はい、はい、地の果てにまで主とともに、私のもうキャッチフレーズ、スローガン、ね、テーマですね、はい、地の果てにまで主とともに、ね、じゃあ今日はですね、一つ歌を、歌といっても替え歌なんですけど、一緒に歌っていく中で、メロディーはみんな知ってます、ね、知ってて、ああ、あの歌かと思ったらみんなでついて歌ってみましょう、ね、いきますよ。じゃあ、世界に出て行き述べ伝えよ、主イエスの福音、唯一の救い、あらゆる国民弟子とするため、私を世界に使わした。最初から一緒に行きましょう。世界に出て行き述べ伝えよ、主イエスの福音、唯一の救い、あらゆる国民弟子とするため、私を世界に使わしたまえ、誰かが福音伝えてくれた、今度は私が伝える番だ、まだ主を知らずに滅びゆく民は、暗闇の中で光を待ってる、救いの喜び心に抱き、聖霊の力で語り続けよ、全ての民族福音聞いて、スタッツが再び来られる日まで。アメン。ですね、ね、世界選挙なんでするのかね、歌の歌詞の中に全部入ってるんですね。まあ、後で欲しい方はデータあげますんでね。うちの、子供たちもそうだし、教会に行くたびに、なんで世界選挙するんですか、ね、そうするとね、もう説明するの大変なんで歌うんですね。で、歌っていうのはね、こう歌詞が何回も繰り返すんで覚えるんですよ。皆さんもそうじゃないですか、ね、やっぱりね。で、皆さんがよく知ってるメロディーだともうスッと入るわけですね。あ、メロディーは知ってるけど歌詞はちょっと違う、ね、替え歌、これ効果的なんですね。だから私は何か伝達したい、大事なことを伝えたいときは、だいたい歌、替え歌でやるんです。ね、はい、ぜひですね、もう皆さんもじゃんじゃん歌ね、CD ね、出してますね。キリスト世界へ。はあ、いいね。私も繰り返し聞いてますけど、とにかく、はい、歌をね、じゃんじゃんで作り出していきましょう。はい、ということで、今日は、ね、じゃあ昨日までね、じゃあミャンマーに行くまでの話でした。いよいよミャンマーに行く話ですね、今度からね。長かったね。前編がちょっと長すぎた。今度から本編に入りますんでね。はい。じゃあタイトルは、じゃん。無鉄砲宣教師、ミャンマー行く。イエーイ。もう、無鉄砲宣教師。なんでかって、ね。なんつったってですね、びっくりしちゃった。もうなんていうんですか、ミャンマーについてね、何にも知らなかったわけです。昨日行く話聞きましたよ ね、ミャンマーね、あ、牧師先生がね、ミャンマーどうですか、ね、ミャンマーに来たらいいです、ね、あ、そうですか、行けたら行きます、ねね、そしたら、あ、じゃああなたが行けばいいですね。それから何週間後、3週間後に飛行機乗って行っちゃったわけです。
なんて無鉄砲だったんでしょうか。もう気がついたら飛行機の中、ね、ミャンマーについて何にも知らなかったわけです、ね。まあ、私はもちろんですね、もうずっと祈ってたビジョンが開かれたからね、最初はもう飛行機の中でハレルヤ主を感謝します、私のビジョンを主が開いてくださいました、ここまではよかった。だん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 冷静になってきて、さてミャンマーどうしようって、ね、もうビジョンが開かれて主が道を導いてくれてハレルヤだったのに、だん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 現実的になってきて、さてミャンマー、ミャンマーについて知ってること何にもなかった。知ってるのはビルマナタということ、もうアウンサンスーチーさん自宅軟禁、軍事独裁バリバリ、あとなんだこう、仏教の国、仏教 90% ね、それからまあ貧しい国、経済的にね大変だってね、マラリアの病気とかどうなんだろう、ね、もう考えたらもうこうなのか、もうねもう心配恐れ不安、あどうしよう。さっきまでハレルヤ感謝しますやってたのに、もうどうしよう、どうしたらいいでしょうか。人間ねこうですよね、もう不安恐れ心配ね、もうミャンマー語一言もできませんでした。ミャンマー、ミャン、あもしかして入ってるかな、ここに、えい、あそう、2003年ミャンマー作権されたんですね。ミャンマーについてこれね、ここミャンマーやりましてね、ミャンマー語、あ出た、これ生まれて5ヶ月の勇気を連れて。見てくださいこれ、勇気かわいいでしょ。今こんななっちゃって。最初行った時勇気5ヶ月ですよ、今何ヶ月でしたっけ、そっちはもっとね、あっちにいた。ねえ、このちっちゃい子連れてミャンマーに行くって言ったらどうしますか。いやーでしょ、そうなったんですよ、もっとちっちゃかったの、5ヶ月の赤ちゃんがね、この赤い紐、これおしゃぶりな、おしゃぶりいつもおしゃぶりかを連れてどうしよう、ね、まあでもね、もう私とソジョンはもうずっとね、もうね、主よ私をどこへでも使わせてください祈ってたから、もうね、なんていうのかな、私よりもソジョンがもうバリバリ信仰があってね、行きましょう、主が導くから、もういざとなった女性は強いですね。こっちはなんかもう全体的に考えてどうしようどうしようってなんだけど、いや大丈夫よ。で最初はやっぱりね、子供がいるということで私が視察旅行に行ったんですね、うん、視察旅行、ね、子供が生活できるか、予防接種はあるか、病院があるのか、まあ、そういうね生活の基盤があるかどうかね、まあ何にもわからないで、まさに無鉄砲。ね、でまあもうね、両親っていうのはその祖女の両親の方はね心配してね、なんでそんな5ヶ月の赤ちゃん連れていくんだって、プサンに置いてけとか言われてですね。まあ私も心配しましたよ、ね、熱であったりね、まあ、病気になったりしたらどうしよう、マラリアになったらどうしよう、まあね、もう死んじゃうんじゃないか、ところが今でも生きてます、大丈夫です。まだ生きてます、大丈夫。まだ生きてるところが5人も与えられてる、ハレルヤ、主が守ってます、感謝しますね、えもう一人でもどうしようかと思ったのに5人もいて、ね、全然大丈夫。ミャンマー語、ミャンマー語出るかな、これだ、これこれ、ミャンマー語でこんにちははミンガラバーと言います。じゃあ行ってみましょう、ミンガラバー、ミンガラバー、あ皆さんこれでミャンマー行っても大丈夫です。私はミンガラバー一つでミャンマーに行ってしまったの、なんて無謀だったんだろうって。普通ね、日本人の宣教師っていうのはこうきちっと準備してね、こう体制を整えてなんかしら、それで行くもんなんですね。ところが私はこのなんていうのかな、この全然こういうプロセスをピョーンと飛び越えて無鉄砲宣教師、まあ後でね宣教師の先輩ってあんたね19世紀の宣教師じゃないんだからそういう風にやらないんだよって言われましたけどね、まあ、冗談でね、まあでもね、まあ、とにかくもう主がこれだーって言ったら私バーン、危ないですね、皆さんそんな真似しなくていいんですよ、真似しなくて、まあ私の場合特別にそういう風に導かれたんでね、ですけど、まあ、とにかくミャンマーミンガラバーで行っちゃった。よくね、昨日もなんだっけ、言葉、語学どうするんですかってね、ね、みんなね、言葉のこと心配するんですけど、もう私の場合はもう準備も何もなかったの、ミンガラバーしか知らなかったんですからね、もう行ってから、もうなんていうのかな、ゼロからスタートです。でも日本で勉強するって言ったって、そんな周りにミャンマー語勉強するあれもないしね、ね、もう現地に行ったら、もうそれこそ、もう喋るしかないんです。もうね、で、私も最初ね、もう、なんていうのかな、私も全然、教会の
まあ、先生たち、まあ、ミャンマーの教会の先生に一応言ったんですけど、向こうはなんか英語が結構ペラペラでね、その教会スタッフがみんなね、英語できるんですよ。だからまあ私に英語喋ってきて、英語も私ちょっとあれなんですけど英語も全然だったんです。もうでそれなのにね、まあ、伊藤先生、ね、せっかくね来たんですからね、教会でねメッセージしてください。私ミャンマー語できないんですけど。いいんです、英語でやってください、英語みたいなどうしよう。その日から私のこの辞書と聖書と、もう辞書もね、ミャンマー日本語聖書で英語の聖書、辞書を調べて格闘が始まったんですね。でね、まあこの私のたどたど英語中学英語ね、もうハロー、タンキュー、ねね、ハレルヤ、アメン、ねね、ガッドラブズユー、もうそんなもんですよ、ね、もうそれ一生懸命こうやってたんですね、ガッドラブズユーとかやってたら、これがね、私の通訳者っていうのがいいですね、このミャンマーの通訳する先生、こちらはね完璧なミャンマー語を話すわけですで私と親しいから、大体私が何言いたいか分かんの、私が単語文法なんか全然ないんですよ、もうめちゃブロークンイングリッシュ、ね、もう単語をポン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 並べると、こっちが、あ、伊藤先生こういうことが言いたいんだなと思って、ミャンマー語で主はこう言っておられますそうするとみんながハレルヤアメンとか言うんですよ。もうき、おお、俺英語できる自信ついちゃってね、これがね、これがね、もし英語圏アメリカとかね、イギリス行ってたら、私ね劣等感で多分落ち込んだと思う。みんなペラペラでね、それが当たり前だから。これがね、アジアの人の英語ってね、めっちゃシンプルなんですよ、わかりやすいの、難しい単語使わないんです、こっちと同じ。だからね、伊藤先生英語上手ですねとか言われて、あ、そうですかとか言って、もう英語自信ついちゃって、まあでも全然単語はもう簡単な単語なんですよ。もうそれでもね、こうね、ジーザスラブズユー、もうガーディーズグーとかね、まあ、簡単な短い語バンバン言ってたら、こっちがもうミャンマー語でバン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 、それでね、英語で毎週聖書講義やりました奇跡ですねなんとかなっちゃうんです、言ったら無鉄砲、無鉄砲ね、無鉄砲宣教師ミャンマーに行くでそのうちにね、ミャンマー語ね、じゃあミャンマー語どうやってやるんだろうって、語学学校な行ったことない、ね、もうミャンマー語、もう教会に行くのがそれがミャンマー語だ、ね、わけわかんないけどメッセージずっと聞いてるんです。でね、メッセージっていうのは大体決まった言葉が多いんですよ、ね、まあなんかイエス様を皆によってお祈りしますとかね、そういう難しいフレーズが、簡単な短い文章があるじゃないですか。何回も聞いてるうちに決まり文句があるんです ね、だから、あ、こういうことかってね、主を賛美します、イエスの皆によってなんとかとか、大体決まり文句があるんですね。だからね、変な語学学校行ったら仏教用語ばっかりやるんですよ、これが使いもしないだからね、教会ででもプロジェクターに出てくる賛美の歌詞、賛美の歌詞も大体似てませんね、御座の子羊に、今日もありましたね、どこでね、ね、血潮によってとかね、ああこういうんだって、毎週毎週聞いて、でね、まあもうね、祈って、まあやってるうちに、まあ1年半、ちょっと2年ぐらいになってからミャンマー語でメッセージするようになりましたいやーね、で語学の賜物があるんですねとか言わないでください、語学じゃない、学じゃない、学遊んでたのが私おしゃべりが好きなんです、おしゃべりね、あの言葉はね、友達なんとかな、あの人と喋りたい、これが動機なんですね。ただ単にコミュニケーションの手段なんです、言葉っていうのは、ね、だから言葉が目的じゃない、ね、人と喋りたい、コミュニケーションしたい、福音を伝えたい、これがある時に、あとこう言葉はついてきます、ね、語学、学だというと急になんか難しく感じるんで、語学の賜物あるって言わないでくださいね、おしゃべりが先生好きなんですねって言ってください、まあ、とにかくミンガラバンね。じゃあね、あとなんだろうね、まあ無鉄砲なんですけど、普通はね、ビザとかどうするんですかって言われるんですよ。もうその時でも軍事独裁制限ですからね、もう宣教師ビザそんなもんありませんどうやって行くんですかって、もうとにかく行っちゃえって感じですね観光ビザで行っちゃったのなんて無鉄砲なの、普通はちゃんとビザ取って行くんですよ、これがね1ヶ月の観光ビザで行っちゃった、まあ行けばなんとかなるだろうってまあ一応情報は聞いてたんですね、なんかあの方法が取れるらしいみたいなね、もちろんあのビジネスビザで、でしかも日本じゃ取れないです、ミャンマーでも取れないんです、タイのバンコクで取れる、なんで未だによく分かりませんでもうね、そういう情報、かすかな情報を聞いて、なんていうの、もうこれはね、やってみよう今考えると本当無謀だったなと思うんですけど、もうね、人間ね、頭で考えてこうやってこうやっていけません、そしたら
多分そしたら行かなかったと思う。もう私はもう分かんないけど、もう主の導きだ、でもう退路を立って、もうすべて後ろの、ね、道を立ってね、もう家の荷物も全部まとめて、ね、もうそれでね行っちゃったんですね。もう後ろには戻らない、ね、そしてタイのあるビジネス、なんていうの、ビジネスビザを代行で取ってくれる会社があるんですね。旅行者、普通のなんか HIS みたいな、ああいう旅行者に行って、そう、あれ日本の HIS だった。タイには大体ね旅行者が多いんですよ。すいません、私たちビジネスマンなんですけどビジネスビザ取りたいんですって言ったら、何の職業ですか、日本語教師ですみたいないつも日本語教師って言ってるんです私。もう宣教師なんて言っちゃダメなんですよ、ね、その辺はうまく使い分けてね、日本語教師ですとか、そうですか、何の証明書も会社も何にもないのにビジネスビザが出るんです。不思議でしょ。2ヶ月半10ウィークビザ、私今でも何でかわからないなんかそのね、その旅行者の人がなんかコネの世界ですよ。もう向こうはね、もう理論じゃないの、もうねコネで、その人がなんかうまい具合で金さえあれば取れるのお金あげ、ちょっと高いんだけどそれでね、もうビジネスビザですよそれで2ヶ月半、まあその代わりちょっと大変なのは2ヶ月半ごとに何回もこうタイに戻んなきゃいけないんですね。1回出てまた戻って、他の宣教師もみんなそうやってるんです、ね、後で知ったのは。だからいやー、そんな方法があるなんて日本にいて分かりますか行ってみて分かる世界というのがあるんです。アメン。やってみないと分からない世界があるんです。もう宣教師なんてそんなもんです。もう分かってからって石橋を叩いて渡ってる石橋が壊れちゃうんです石橋叩いてないで渡ればいいんです、吊り橋だろうとなんだろうとね。宣教師大体そういう世界です。まあとにかくそのビザね、まあ1ヶ月2ヶ月半のビザが出るようになった、ね、でまあでもね、なんつうの、2ヶ月半にいっぺんこうタイに行ったり来たりは大変なんですね。まあ特にもうちっちゃい子抱えてですね、もうね飛行機に乗って、まあ荷物も、私はもう民族大移動です。もうその飛行機に乗るぞって言うとね、親は緊張するんですね。この荷物持ったか、これできたか、書類は準備したか、子供たち準備して、もうスーツケース抱えて、私空港でいつも怖い顔してて、こうやってねえ、大体ね、そうしたんだけど、まあとにかくね、まあ大変なんだけどね、もう子供たち大喜びですよ。キャー、また飛行機乗れるうちの子たち飛行機が大好き絵を描くって言うといつも飛行機の絵描いてるまあとにかくね、まあね、私もこれもエンジョイしようとね、もう子供たちにいつも言ってます。雪、ね、政治工事いるんだけどね、政治工事、ね、宣教師になるとな、飛行機に何回も乗れるしな、ね、いろんな国に行って美味しいマンゴーパパイヤ食べられるんだ、どうだ、いいだろうって言ったら、いいねもうね、いろんな国の美味しいものね、タイに行ったらタイの美味しいものがあるんです ね、まあまあね、とにかくね、パパイヤマンゴー、ね、何言ってんだろう、あ、やばい、ね、まあ、とにかくね、そんな感じで、まあ、ビザはなんとかなっちゃいました。じゃあどこに住んで、どの家で、全然ないですよ、知り合いもいないに。あ、そう、知り合いで思い出した、あのね、私をその連れてくって言ったそのミャンマーの先生ね、ドピ先生って言うんだけど、あ、その先生がね、伊藤先生ぜひ来てくださいって、ね、その人が全部案内してくれると思いきや、ね、あの来てね、私の親戚なのね、この私の親戚のこの教会ね、私がね、あの伊藤先生あなたのこと助けてくれるからね、ここだけ信頼してくれ、じゃあバイバイって言っちゃったの、アメリカにちょっと待ってくださいドピ先生私招待しといてね、まあ、自分の親戚ね、で伊藤先生あなたはねバカ正直で騙されやすいからね、他のとこ行っちゃダメですこの教会だけ行ってくださいって言うんですよみたいなね。でそれでもそのマンダレーっていう町なんですけど、あの普通はね宣教師はヤンゴンに行くんですね。ヤンゴンは一番大きな町で外国人とかも結構いてね、まあ生活のあれも整ってる。これがそういうのが何にもないマンダレに行けっていうの、もっと暑いところそれでね、まあでこの教会に行けってね。でまあわけわかんないだけどね、まあ、とにかくやってみようって無鉄砲宣教師ね。でまあドピ先生案内してくれた先生もいなくなるんで、でもね後で考えたらやっぱりそこねマンダレでよかったんです。ヤンゴンはね、まあ、その時軍事独裁政権でめっちゃこの監視が厳しいの、伝道とか全然できない、大学とかもね全然入れない、厳しい雰囲気なんですね。で宣教師たちはもう名前を隠してもうこうやってるマンダレもう全然自由もう気楽に大学に入ってもう伝道しまくってね、違うんですね雰囲気がね。これも行ってみて初めて分かる。
日本で皆さんミャンマーのニュースとか見たらね、いやー恐ろしい国だと思うでしょ、ね、これね、ニュースっていうのは、ね、皆さん気をつけてください。ニュースっていうのは日常の中の、まあ、100% のうちの 5% 起きてるめちゃ恐ろしい事件を日本に伝えてくるから、この 5% が 100% に聞こえるんです。わかりますか。だから私たちね、時々国のイメージをね、ニュースとかインターネットに頼ると、その 5% のなんか殺されただなんだ事故があっただ全部これ見て、なんて治安が悪い国だろうと思うんですよ。で 95% は平和なんです。わかりますか。これも言ってみないとわかんない。でヤンゴンとマンダレーがそんな違うなんてどうやってわかりますか。言ってみたら、あ、マンダレーでよかったんだって、ね、おまけにその教会がね、私のことを本当にファミリーのように、ね、受け入れてくれて ねもうあそこはね、紹介人間関係社会なんです、アジアはね。もうドピ先生が紹介したそのね、伊藤先生ということでね、もう家族のように扱ってくれました。もう今でも付き合いがあります。ゆきはそこの進学校にも行ったしね、あ、そう、青少学校ね、8ヶ月、まあ、とにかくもうね、ずっと今でも付き合ってます。まあそういう守りで、外国人はね、行ったらもう全然分かんないです。右も左も分かんない、ミャンマー語も分かんないんですから。それがそのね、向こうの受け入れ先の教会、ね、これ大事なんですね。宣教師は自分で独自にやっちゃダメなんです。現地教会、地域教会に使えるものとしてですね、行って、もうそうすると彼らが私たちの保証人になってくるわけですね。いろんなところでね、伊藤先生今こうだからね、大事気をつけてくださいねとかね、ここにこういうところがありますよ、全部教えてくれるんです。ありがたかったなと。ということで、無鉄砲で行った割には、今でも生きてます。死んでないね。守られます。アメン？ねえ、あのね、大体こう心配でして考えすぎちゃう人が行けなくなる。そうじゃないですか。で、分かってからやるっていうことはほとんどないです。これ日本でもそうかなと思うんですけどね、開拓とかね、主の働き新しく始めるときに分かってて始めることないんです。分かんないけど一歩、そうすると水がブワーッと分かれてるんです。雨ですか。まあ私みたいにちょっとやりすぎもいけないけど、ある程度は準備してください。でもこういう人もいるんだっていうサンプルで話しました。はい、じゃあその後どうなったか。2番読みましょう。3、はい、リバイバルの前にサバイバル。さあリバイバルと行きたいところなんですけど、その前に何が起きたか。もうサバイバル人生が始まりました。何が起きたか。ミャンマーで行って一番大変だったこと、ナンバーワン、最初ね、最初大変だったのは電気が来ない。ねえ、普通日本では電気来るの当たり前なんですね。これがね、1日24時間のうちの8時間かな、8時間来る、8時間来て8時間、8、3、24でしょ、うん、8時間来て8時間来ない、8時間来て8時間来ない、こういう体制になってるんですよ。もう電力が不足してて、で電気が来たと思ってもボルトが低い、だから電球がボワーンと光るだけなんですね。せっかく冷蔵庫買ったのに冷蔵庫が全然動かないね。中の肉が全部腐っちゃうんだよ。どうすんだろうと思ってね、まあこれでね、よく停電するんですわ。もう、ま、突然ね、こうな、あのやってたらパッと消えて、ライトどこだ、ライトライト、ミャンマーで停電するとどうなるか分かりますか。真っ暗、自分の手も見えないの、本当に。で月の光がある時がちょっといいね。皆さん月の光とか考えたことあります？日本でね、私今日は満月だからちょっと照らしてるとかね、毎日月を見て生活しましたよ。、ね、月の日はね、本当ね、真っ暗に停電して月の明かりめちゃ本当蛍光灯みたいに明るいんですよ。多分体験したことないから、もうね、電気が当たり前の生活で、もう今日は満月だからよく見えるねとかそういう会話するんです。でまあね、その頃はね、あのなんつうの、ろうそくですよ、ろうそく、あのまあ途中からまあいい伝統になったんだけど、そのろうそくをね、毎晩やったんですね。これが風が吹くとパパパパ揺れて本なんか読めないですね、もうチラ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 して、で毎晩ろうそくを立ててね、私とソジョンで、私たちはいつもキャンドルサービスだねとか言ってね、クリスマスのイブ礼拝みたいなあるじゃないですか。はい、ろうそくで日本で使いますか。誕生日とクリスマスしか使わない。これが毎晩キャンドルサービスですよね。まあそんな感じでやってたんですね。それでまあ夜だけがね、夜がみんな電気使わないんでちょっとボルトが上がるんです ね普通はね、日本と違って220ボルトだから、もうねボルトが高い時に、お、
チャンスだと思ってね、これポンプ回すんですよ。ポンプポンプポンプ。何のポンプかっていうと、あの水をね、あの日本みたいにジャーって言えば出るんじゃなくて、地下水を一旦引き上げて天井にあるタンクに溜めて、それをこう使う、そういう家なんですね、田舎はね。だからもうポンプが回らないと空になるわけですよ。もう死活問題なんです。電気と水、これが一番大変だった。だからもういつもね、このボルトの系のメーター見てて、おお200、220、お行くぞ、モーター回せっつって、モーターこうずっとね2時間ぐらいずっと見てなきゃいけない。まあ溢れるかな溢れるかなって、で水が溢れるとジャジャジャーって出てきて、溢れたーっつってね、そういう、まあそんなことを毎晩やってたんですね。まさにサバイバルねえ。でもっと怖いのは、風が吹くとみんな停電もうね、風がビューッと吹いてるとね、もうなんていうのかな、全部停電になっちゃうんですよね。で、後でみんなあの停電が回復するとね、みんな他の家は電気つくのに、うちだけが電気が来ないなんで？隣にいて、すいませんって、電気来てますか？あ、来てますよって、あ、おかしいなって、こっちに来て、あの電気ちゃんと来てますか？来てますよ、おかしいな、なんでうちの家だけ来ないんだろうと思ったら、理由が分かりました。電線にね、なんかこういうのかかってて、今でもなんでか分かんない、なんかそれをなんか風でこうチュ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 って動かすと電気がまた来るんだって電線のね、こういう高いところにこんなの声かかって、石がついてるな、なんでか分かんないけど。でそれをどうするかっていうと、これ長い竹をね持ってきて、これ竹もエサ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 って、でね、その電線のところに行ってこうやるんですよ。怖いでしょ、電線感電したらどうすんの、ね。でも、まあ、それ現地の人がね、よく分かってるわけ、近所のおじさんがね。で、まあ、大家さん、いつもだから大家さん頼んでね、まあね、あ、やってあげるよっつって、この竹持ってエサエサエサ言って、でこうやってね、この電線にかかってる、この引っかかってるやつをちょっちょっちょっと微妙にずらすと電気が来るんですね。いやー、で現地の人がやるとうまくいくんだけど、私がやっても全然できない。まあでもいちいち大家さん呼びに行くの嫌だからね、もうまた風が吹いたんですね。風が吹いて、で私の家だけ電気が来ない、もういちいち大家さん呼ぶの嫌だから自分でやってみようと、やったんですよ。竹のこんな長いの家にいつも置いたんです、こんな長い竹竿が。それでもってエサエサエって、で遠く家からちょっと離れてるのね、20メートル30メートル、でこう電気こうやってやって、で家では祖母が待ってるんですね。で電気来たかーって、来ないーって、もう一回やって、もう一回やって、うー重いのに、で感電するか怖いのに、電気来たかーって、来ないーってもう嫌になっちゃって、もう泣きたい気持ちで、もうどうしたらいいんだこれ。そしたらそれを見てた近所の人がね、かわいそうだと思って、やってあげる、やってあげる、大丈夫だって、ね、やって、チュチュチュって、電気来たーって、来たーあーよかったーと思って、もう電気来る来ないで、もう人生じゃねえや、その生活がね、ほんと変わるんですね人生はまああれだけど、家の生活ね、もう電気製品全部使えないんですから。もうとにかくまあね、まあいろいろありました、うん。で後からね、まあ後に入った家ではね、発電機が、あ、そう、発電機ね、あったのはあったんですよ、最初の家も。これが中国式のこういう発電機、知ってますか？こうぐんぐん、あのすごいでっかいエンジン、なんていうのかな、こう回すんですよ。これぐん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 って回すと、なんかブラーンってかかるんですね。機械詳しい人は分かると思うんですけど、な、私やったこともないね。でこれ大家さんが回すとね、一発で回るんです、ブーンって。で大家さんちょっと離れたところにいるのね。だからまた停電だって。私もね、これでも現地人並みに一発このね発電機チャレンジしてみようと思って、もう思ってですね、思ったら重いんだこれが、でなんかコツがあるらしいんですけどね、全然回らない。現地の人もできない人もいるんですけど、とにかく汗ダクダク、もう暑いの40度超すんですよ、40度。もうその中でもうエッサエッサエッ、もうダメだ。なんで家に、あれこれ家に発電機があるのに使えないの。もうしょうがなくて、大家さんすみませんけど回してくれません、ああやってあげるよ、それ危ないからね、私呼んでね、でブランブランブランできる。もうね、見てて、ああ俺にはできないどうしたらいいんだ。まあね、電気は悩まりましたね。それでまあね、電気、発電機でもう一つ思い出があるまあとにかくね、その家ね、次の家はね、大きな発電機になったの。でこの鍵一つでブルルルンできるんですね。いいねー、いやー発展したなーと思ってね、鍵一つでブルーンって、
それがね、鍵が壊れちゃったの。でどうしたらいいんだろうと思って、これ修理するのも大変だしと思ったら、そのね、まあ、そのうちの家を修理してくれるそのタクシーの運転手がいいんですね、いつもカーセアって言うんだけど、カーセアはね、あのね、電気のこういう線、導線をね、まあ、あの持って、一つはバッテリー、もう一つはモーターの方にピッてくっつけて、それをやるとここ電気のスパークがピシピシピシって飛んで、それでモーターが回るって言うんですよ。なあ、そんなことやんの。でよくやるから見ててねっつってね、こう真夜中よ、真夜中にこの何ていうのかな、この懐中電灯、懐中電灯、こんな太い懐中電灯、カカ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 真夜中に火花がバチバチバチと飛ぶんです。でそうするとモーターが何かしないけど回るの、ブルーンって。で伊藤先生、今度からこれやってください。できないよそんなの、どうやってやんのねえ、怖いじゃないですか、感電死したらどうすんの。まあでもですね、夜中ね、また停電になりました。で、ね、エアコンが突然止まるんです。でもうね、お父さん、今夜暑いのにエアコン使えないと困るよって、子供たちそうか、お父さんやってあげるからねと言いながらもね、まあその発電所のとこに、発電機のとこに行くんですね。でね、やったんですよね、まあ一つこの懐中電灯なんかしないけど太いんです、向こうの懐中電灯は。こんな太いか、ちっちゃい懐中電灯ないの。だからこっち、あーかっこいい、かっこいい、バッテリー、こっちはモーター、ハンできない、何回やってもできない、ハン、もう泣きたくなってね、もしよ、私できません。で家の中で子供たちが、お父さんが半熱電気回せますようにって祈ってんの。今晩電気が来ますように、お父さんちゃんとできません。一家の子の期待を担ってね、お父さんどうしたらいいだろう、一家を支えていかなきゃ。それでまあね、とにかく祈ってんの。もうね、これ太いかね、か顎が痛くなるか、ガー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 、顎痛くなってね、か、あ痛いよ。でもね、うしょ、できなくて、もう一回だけ言ってみます、ね、もう一回だけやってみます、主よ助けてください、主よ、私メッセージとか、ね、働きのよりもね、こういうのにもっと祈るの、主よ私できないんです。それでね、もう一回やってみました、ね、こっちのさあ、ね、懐中電灯口に加えて、こっちはバッテリー、こっちはモーター、まっ、あ、はい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 、これ加えたまま、はい、叫んでる、もう、もうこの街、あー、よくできた、最高でしたね。もう忘れられないな、あれも本当に。主がね、もうできないことを可能にしてくださいます、アメン。まあ顎痛くなったけど、とにかく何喋ってんだろう。ねえ、とんかくサバイバルですよね。え、暑さ40度こそ暑さですからね。まあね、もう夜寝らんないんですよ、ね、扇風機、屋根に扇風機がついてるんだけど電気来ないから回らないんです、これが。でもうね、何かって言ったら、もううちわですよ、うちわ、ね、ミャンマートラディショナルエアコンとか、ね、言われて、トラディショナルはいいけど、これうちわでどうやって過ごすんだって。でまあみんな汗もんになっちゃってね、汗も、分かりますか、簡単な汗もじゃない、全身汗もんなんて、ビエーって、ちっちゃい子だから、5歳の勇気がもうね、真っ赤になっちゃって、かわいそうに、どうしたらいいんだろう。そしたらね、勇気はね、その時まだ5歳、5歳じゃねえや、5ヶ月ね、1歳前後なんだけどね、まあね、もう暑い、苦しいから、こうやって寝てる時に、あ、かゆくてしょうがないからね、お母さんに、お母さん、仰いで声で、なんかね、言葉でね、うちわとか言わない、こうやるとね、お母さんが一晩ずーっとこうやって、仰いでやめないんだよ、うちわで仰がなきゃいけない。まあいろんなことありました。それで暑さ、ね、暑いからもうね、なんか食べたくないですね。皆さん夏バテすると食べたくなるでしょ。あれがなんつうの、1、2ヶ月続く。その時の写真見て、おお、なってるな。あれさっきの写真も痩せてたでしょ、僕。えいえい、これこれ。ね、まあ若いから痩せてたっていうのもあるんだけど、ここまでこんな太るの。夏になるともう何も食べられない。果物しか食べられない。まあよくやりましたよ、ね、え。でまあもうとにかく40度こそ暑さ、ね、もうそんで蚊が多いんだ、これがまた蚊、ね、
もうね、マンダレーはね、モスキドシティって言われててね、もうブン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 回ってるんですよ。もうね、ちょっと蚊苦手ですか？蚊ね、日本人は家に一匹蚊が入っただけでも大騒ぎするでしょ。これがね、ワン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 やってるね。だからもう蚊帳、蚊帳って知ってますか？蚊帳、あの網のね。私がちっちゃい頃やってたけど、今時ないよね、蚊帳なんてね。もうベープマットなんて役に立たない。全然役に立たない。蚊帳の中にこうパッと入る、ね、で蚊帳の中に入ってもなんか1匹2匹入るんだよね。そうするとね、このラケットっていうのがあるんだな。このあのテニスのラケットみたいに電流が通るのがあるんですよ、ね、あれでバチ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 、もうあれが一番役に立つんだね。それが分かんない時はもう一生懸命手で取ってて、こうやっていつもこう拍手してるの。まあでもラケットが来てからまあだいぶ楽になったんだけど、それでもね、なんかね、寝てるうちになんかこう網にこうくっついてね、こうやって寝てるんですよ。そうするとここだけビューって食われてるの。めっちゃ食われてる。まあサバイバル、サバイバル、ね。まあね、そんで暑かったと思ったら今度冬には急に寒くなってね、もうみんな咳してゴホゴホゴホとして、もう大変だった。あとなんだろう、食べ物、食べ物はなんていうのかな、まあもちろんね、いつもミャンマー料理食べてたわけじゃなくて、このまあね、うちのソジョンが愛する奥様が、ね、私の合わせてね、いい料理を作ってくれるんです。ところが、まあ、その頃はショッピングセンターなんてなくて、最初ね、普通 の、 あの露天市場みたいな感じ で肉が売ってるのは売ってるんですけど、まあ、その場でなんかこうなんかバンバンバンってこう鶏を切るんですよ。 これ新鮮なのかな、食べて大丈夫なのかなって分かんなくて、買う勇気がないんだよね。まあ後で分かりましたよ。だけど、ね、肉こうやってビローンってこうなんか鶏とか豚の肉このこうでっかいのこうでっかいこんな出歯でバンバンバンって蹴って売るんですよ。それでね、最初の頃肉が買えなかったの。でも私たちはもういつもベジタリアンでした。いつも野菜で、たまに韓国の両親からなんか缶詰とかやってるけど、缶詰だー、ありがたい。肉がどんなにありがたかったね。まあとにかく、それからね、移動手段、ね、まあ、その頃はね、もうハングリー精神でね、もう貧しかったから、まあ、とにかく自転車で行ったんですね。車なんかないんですよ。それでね、自転車、暑い時にね、炎天下に麦わら帽子かぶって、それでね、もう道もガタガタなんですよ。このもう水たまりがあって、今日はこっち避けながらで、ね、途中でパンクしてね、道が悪くて、舗装されてる道なんかないんですよ。あるのはあるんだけど、まあ、なんて奥の方に行くともうドロドロ道なんですね。雨なんか降ったら大変ですよ。そういう道をね、教会に行くのに、まあ、40分ぐらいかけたかな。でその頃勇気をこう背負って、ね、あのよくね、あのおんぶ紐やってるじゃないですか。おんぶひも、ね、こっちもね。あれ見るとね、いつも あのおんぶひもやって自転車乗って40分エッサエッサ炎天下、もうね、家に帰ってくるとここ真っ赤になってね、ここが赤くなって、いやー、まあね、途中でね、タクシーね、なんていうの、ちょっと経済的余裕が出てきてね、タクシー乗るんで、タクシーあるかな、この写真、ミャンマータクシー、これ自転車おでかい、これ勇気ね。あ、この頃ちょっと大きくなったんで、後ろにほら荷物をね、乗せる、あの座らせるやつあるじゃないですか。あれでね、自転車で行ったんすよ、これ。まあ麦わら帽子かぶって、でこの自転車がまたよく壊れんだ。もうで、これ昔住んでた家、サバイバルです、サバイバル。え、ね、ミャンマーのタクシー、ええでしょ。これ日本のマツダだって、日本で見たことないこんなの。日本の車ですよとか言って、どこが日本の車なんだろう。ねえ、これでね、あそこにぎゅうぎゅう詰めてね、10人ぐらい乗るんですよ。もう屋根上に乗っちゃったりしてね。もうね、このブルータクシー忘れられないね。今はないんだけど、昔はみんなこれだったね。このタクシーにね、なんていうの乗れるだけでも私もうありがたかったんですね。まあ、もちろん埃と風でブン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 になるんですけど、マンダレーは埃が多くて、これがまたまあ雨が降る時期はブワー降るんだけど、降らない時期は3ヶ月ぐらい降らないんですよ。もうあのこのタクシーが通るとブラーンでこう埃だらけ、もう髪の毛とか真っ白の。まあそういうタクシーなんですけど、それでもありがたかったね。まあ後な、今の時代発展してね、あのちゃんとしたいい車になったんだけど、最初これだったんです。だからしばらくこのタクシーだった。でこのタクシーのうんちゃんが仲良くなって、これ何時まで OKOK、 ゴール設定しないとね。まあとにかくいろいろ大変でした、ね、洗濯機そんなもんありません。あってもお金高くて買えない。
最初も足で踏んで手でこれやって、もうね、私が足踏みがかり、ゆすいで、で僧侶が手こうやって、であと絞ってこう干して、3時間くらいでもうバッタリ倒れる、ね、もうそれで1日終わっちゃうんですね。もう洗濯するのがこんなに大変だったか、ね、じゃあ後でどうなったかって、ね、ちゃんと洗濯機買いましたよかった、ボタン一つピッてやったらもう洗濯機どんなにありがたい、ね、なんていいんだろうと思ってね、まあまあそれでも水がちょろちょろしか出ないんですけど、まあとにかくね洗濯機ありがたかったわ。あとなんだっけ、タクシーも良くなったでしょ。あとね、なんかショッピングモールとかでっかいのが出てきて、それで肉もちゃんと買えるようになりました。ちゃんとパックに入ってて、日本みたいにねえ。それとシャワー、そうそうそう、シャワーもあの日本はねピッとひのればお湯が出るのは当たり前でしょ。そんなんないんですよ、ねえ、まあまあ、最初来た時はなかったの。とにかくそれで水でシャワー浴びなきゃいけない。で現地の人はどうやるかっていうと、こういう水止めがあって、それバッなんか洗面器でこうザバザバこうやってやるの。冬でもそれやらなくて、ゆきはやったよね、あの清少学校でね。お父さんできなかったもうめっちゃ冷たくて、まあそれでもねシャワーでやったんだけど、まあソジョンはねちっちゃい子もいるんで、まあもうガスで沸かして、こんなでっかいバケツみたいな、バケツっていうか鍋にねお湯を熱湯を沸かして、それをこう風呂場に持ってって、それで水でゆすちょっとぬるま湯にして、それで子供たち体洗って、まあ私は水でちゃ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 冷たい。でも後でねちゃんと温水シャワー機買いました ね、 かね、あもうどんなにありがたかった。だからね最初の頃は本当にサバイバル、ね、でもねちゃんと主がね必要を備えて、少しずつ少しずつね、まあ何も分かんなかったからね、無鉄砲だったんですね。分かってたら行かなかったと思うでもちゃんと主が必要を備えてくださいました。ハレルヤ。さあ3番、出て行って福音を。じゃあ福音はどう伝えたんですか、ね、これがね伝道ね、まあもちろんミャンマー語で、ね、やるっていうんで、ミャンマー語一生懸命勉強したんですよ。でミャンマー語もできるようになってきました、ね、おしゃべり好きですからね。それでまあいろんな話するんですよ。まずは関係形成だと思ってね、あ日本の天気はどうですか、寒いですかとかね、あ赤ちゃん可愛いですねとかね、もうね、そしてで、まあ、料理の日本の食べ物はどうですかって言って、さあイエス様のいいまで言って、今日ちょっとやめとこうか、ね、イエス様これが一番言いたいんですよ。イエス様信じてください。でもねなんか恐れがあってね、こんなこと言ったらなんか仏教の人どう思うかなとかね、なんか政府に通報するんじゃないかなと思って、それでまあ料理の話、なんか日本の話、子育ての話、ぐるぐるやって、イエス様のいいあちょっとやめとこう。これを何回かやってるうちにね、もう落ち込んじゃってる。主よ、私はイエス様信じてください。この一言が言いたいためにわざわざはるばる海を越えて行ったのに、他の話はいくらでもするのに、イエス様のいいが言えない。どうしたらいいでしょうか、主よ。そしたらね、主がアイデアをくれた。喋るのがあれだったら、書けばいいじゃない。そうか、じゃあ書いてみようと思って書いたのが証トラクトって言うんですね。えい、証トラクト、ね、自分がイエス様信じる前どうだったのか、ね、イエス様信じる前はね、友達が好きだったけど友達に言うわけで、やりましたよね最初の1時間目ね。2番、どうやって信じたのか。でも友達が教会に連れてってくれてどの子のもの、ね、最初にね聖書の言葉聞いて。3番、信じた後どう変わったのか。イエス様信じた後はね、本当にイエス様本当の友達で、ね、関係、ね、愛せるようになった、ね、最後にちょっと御言葉一言、ね、人が友のために命を捨てるという、これをミャンマー語で書いたの。ミャンマー語の文字さっきこう見たでしょ、この目の検査みたいなやつ、こんなぐるぐるぐる、ね、これをねぐるぐる一生懸命書いたんですよ。これ書くと目が回るんですよ頭も回るんで、まあ、それでもね一生懸命写すみたいに書いたんですね。そしたらねミャンマーの人がどういう反応したか、あらミャンマー語上手に書くねとか言ってね、最初から最後まで声出して読んでくるんですね。私は信じる前はこうであって、ね、声出してその場で読み出すんですよ。それで、ね、イエス様信じましたね、ねどの子って伊藤人志まで全部読んでくれて、いい話ですねって言うんですね。あらなんだこんないい方法があるのかと思って、ね、やっぱ自分のオリジナルトラクトってね配りやすいんですよ。これ私が書いたんです、あの読んでおいてくださいね、後で読んでください、さーっと逃げるんですこれもうね、あのなんか言われると怖いから、あの散々ね料理の話、子育ての話、あとなんだね日本の食事がどうとか言って、最後にあのこれ後で読んでおいてくださいね、さーっ
ーと逃げる、ね、そうするとね、もうみんな大事に読むんですよ、これは。でね、これはね、変えられてよかったですねとか言うんですよ。仏教の人ですよ、全然未信者。証しには力があるんですね。変な説教のメッセージじゃなくて、自分の体験談を書くんです。しかも私が手書きでミャンマー語で書いたから、みんな感動してくれてね、俺でね、もっとくださいとか言うんですよ。友達に配るからもっとくださいって。嬉しくなっちゃってね、もう私1000部2000部コピーして、こんなコピーして配りまくったんですね。もうタクシーの運転手、市場のおばあちゃん、床屋のお兄さん、もう近所の人、みんな配った。一人も拒否する人に、みんな持ってその場で読み出して、もういい話ですねって言うの、ね、こんな簡単だったの。ね、いやー、伝道ね、なんか恐れてたらね、考えすぎたらできないんです。関係形成してから、そんなこと言ってたらもう、なんていうの、恐れなんできなくなっちゃうの、ね、もうまずはこれね、どうぞ死んでください、さーっとこれだけ2000何部コピーしたか知らない、それ、ね、印刷して、ね、ということで、私時々なんか知らない人に、あなた伊藤仁志ですかって、なんで知ってるのって読みましたって。ちゃんと私名前書いてるんです、最後に伊藤仁志って。伊藤仁志って、俺なんで知ってるんですか、どっかで読んだんだって私の証。うわーね、出て行って福音を、ねね、これだったら日本でもできますよね。まあもちろん市販のトラックもいいんだけど、皆さんドラマあるでしょ、ドラマ、自分の人生変えられたドラマ、ね、さ、あのこの間のビフォーアフターでもいいですよ。まあ、最近はね、動画を作るんだよね、みんな。動画でもいいです。もうとにかくね、自分がビフォーアフター、ね、書くか動画作るかやってみてください。歌でもいいよ。はい、ぜひね、もう自分のものを作ったのってね、配りたくなるんですよ、ね、自分が動画作るとみんなにもうあげたくなるでしょ、ね、もう僕が作ったの見てなる、ね、チャンネル登録何人ってなるわけですよ、ね、まあ、とにかく、ね、じゃあ、ね、伝道そうやってしたんですけど、それで、で私がね、自分が宣教師で行って分かったのは、日本人であるっていうだけでめちゃめちゃみんな VIP 待遇してくれるんです。なんで日本人って人気あるんですよ、みんな日本語勉強したい、ね、日本って言ったらもうジャパンドリーム、憧れの国です、もうね、豊かな国でね、日本人はいいですね、もうそんなの行ってみて分かんなかったの、行くまでは、ね、それでね、もうなんていうのかな、日本だっていうだけでね、それでもう話がすぐ向こうから寄ってくるんですね、日本語を教えてほしいんです。である日、私が教会でね、まあ礼拝してたら、マンダレー大学日本語学科っていうのがですね、日本語学科の学生2人が来てきて、伊藤先生って、あの先生の家に行っていいですか、あもちろん来てください、どうぞどうぞ、私はもう大学ミニストリーね、大学生伝道やってるからね、もちろん来てくださいって。でまあ日本語で、その頃ミャンマー語あんまりできなかったからね、日本語で喋って、先生、あの未信者の友達がいるんですけど連れてきていいですか、もちろんどうぞ。もうこれどんなにいいですね。今度ね、未信者の友達じゃんじゃん連れてくる、日本語で、ね、日本語学科ね、で韓国語学科も来ちゃってね、韓国ね、これ韓国ドラマが今大流行なの。まあその頃10年前なんだけどね、なんだかウォンビン、わかんない、よくわかんないけど、まあ、とにかく、まあ、珍しいんですよ、旦那は日本人、奥さん韓国人、もう珍しくて上野動物園のパンダ以上ですよね。もうとにかく一目見に行こうって行くんですよ、これが。もうそれパンダじゃないんだけど、とにかく、で私はね、じゃあ日本語を覚えるには歌がいいですね、一緒に歌いましょうとか言ってね、ギター持って、君は愛されるため生まれて、そうすると一生懸命覚えてメモなんかしちゃうんですね、君は愛されるためとかね。で今どういう意味ですか、来た来た来た。それはね、あなたはイエス様に愛されてますよ。そうするとね、ああそうですか、あなたは何のために生まれたかしてますか、これ私のメッセージが日本語ですよ、日本語学科だから。そうするとね、それが入るみたい、自分何のために生まれたんだろうって、分からないんですよ、日本だってそうじゃないですか、友達に聞いてみてください、あんた何のために生まれた、いや生まれちゃったからもう生きるしかない、しょうがないって、みんなそう思ってるんですね。これ君は愛されるため生まれた、あなたを作った神様あなたを愛してますよって、だからもうそれでね、イエス様信じるんですね。ハレルヤ、ハレルヤ、歌を使って、ね、そうやってですね、本当に自分が、あ、ね、日本人であるっていうだけ、国籍が賜物なんです、ね、よく賜物ないとか言わないでください、皆さん。日本語できますか？日本語できる？日本語できる？賜物あります？世界中どこ行ってもそれでね、伝道できるんですよ。
日本語教えてくださいって人山ほどいるんですから、ね、賜物ないなんて言わないでください、ね、英語できなくていいです、日本語できればいいです、ね、日本語教えてくれ、あ、教えてくださいって学生が集まってくる、まあそんな感じで、ね、じゃあそれで最初のうちはそれで日本語セルが始まって、日本語家庭集会で、私もねできないギターを一生懸命練習して、君は愛されるためで、ところがだん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 来なくなってきた。なんで、あ、なんていうのかな、まあ、やっぱりこの宗教やってんのかなみたいな感じで、最初は日本人ね、上野動物園のパンダと思ってね、こう珍しくて来たんだけど、だんだん来なくなってきた。でせっかく一生懸命練習して、でソジョンは美味しい料理を作って待ってる、で土曜の12時来ない、11時1時来ない、なんで来ないんだろう、まあ、今日はこの鍋みんなで食べ、家族で3人で食べようかだんだんがっくりしてきて、主よどうしたらいいんでしょうか。その時に、ね、主が示した御言葉、えい、あ、これね、日本語学科、韓国語学科ね、あ、これユキここにいるでしょ、これこれユキ、ユキ大人気でしたよこの時あのこの間なんかワンちゃんが、ほらなんだっけ、ワンちゃんがね、あの震災の地域でね、ワンちゃん通しておじさん来るって同じですよ、日本の子供だとか言ってね、もうお姉さんたち 大人気でした、この頃から。そう、とにかくね、これキチマチョゴリ着て、日本の着物着て、そうやってね学生たちが来たんですね。まあとにかくその時に示されたのはこれでした。一緒に言いましょう、三杯、全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。よく知ってる御言葉だったんだけど、何に注目したかっていうと、出て行き、私は家にね、来てください来てください、伝道って言ったらね、教会に来る、家に呼ぶ、来るばっかり考えてた。あ、出てくんだなと思ってね、私がね発想で、とにかく家に集会を集めるのが伝道だと思ってた。そしたらね、そうじゃないんだ、出て行こうって、ね、呼んでも来ないんだから行けばいいんだって。ミャンマーはですね、人と会う時に何時何分に会いますって、家に行きますねとか、そんな連絡しないんですよ。連絡するにもその子電話なんかなかったしね、だから突然行くんです、アポなし突撃伝道でも自転車でね、彼らのいるその寮のところに行って、あー今いますかって行くとね、伊藤先生急に何ですかって、あー一緒に聖書読みましょうってやるんですよ。もうなんか無鉄砲伝道そうだね、女子寮に行くとみんな暇にしてるんですよ、これがぼーっとして部屋で暑くてね。でそれに突然私とソジョンとこの抱えたこの赤ちゃんの勇気が行くから、もうこうね、あー日本の赤ちゃんだとか言って、わーとか言って人が集まってくるんです、これが。で女子寮だから、あの私は入れないんだけど、勇気は入れるんですねソジョンと勇気は中に入ってって、でまあね、女性陣だけでね、女子寮ですからね、なんかバイブルスタディとか始まって、私は外で待ってるんです、こうやって女子寮の外で。で外でぼーっと待ってんのもやだなと思って、何をしたかというと、ロボ賛美聖書学び会小さい机出してね、聖書を置いてね、ギター持ってね、君は愛されるためって女子寮の前でやってるのそうすると窓からみんな見てるんだよ、あの日本人は一体何やってるんだろう。で一人また一人集まってきて、これ勇気ね、これ、うん、でまあね、その女子寮の学生たちがもうどんどんバイブルスタディにね、聖書研究会に参加するようになりました。まあロボ伝道は聞いたことあるけど、ロボ聖書学び会は初めてやったの。もう風、落ち葉が吹く中で、風が吹く中で聖書開いてね、ま、でもね楽しいですよ。もうね、家に来るとかね、教会に来てくださいで待ってちゃダメなんです、伝道は。もう出て行って福音を、アメン、出て行けば待ってるんです、みんな。もうね、もう変に約束なんかしちゃダメな、何時何分って言ったら逃げられちゃうのだからいそうな時間に突撃に行く、ね、そしたらね、もうそのようにして学生たちがどんどんね、つながってくるようになりました。中ではイエス様を信じる人、受ける人も起こされました。ハレルヤ。ゴートストップ。でも40分ならそうですよな、ね、まあとにかく、そうそう、大学生たちにね、伝道するときにね、注意したことが何かって、あの、ね、最初はね、なんか仏教とキリスト教はどう違うのかとかね、なんかこう、なんか行いではなくて信じ込みによって、そういう話するとね、みんななんかの議論になっちゃうの。いやでも仏教はねこうだよとかね、もう伝統ね信じてますからね。だからなんていうの、全然入らないです、見言葉が。あ、なっちゃった、後で話しましょう ね。続きはまた10分後に。あ、20分？あ、はい、ね、はい、大丈夫。この後、あの今日ね、続けてやる話なんで、ね、大学生のどうやって伝道するのか、ね、それの話を後でしましょう。はい。
一旦休憩します。はい、ドラマはまだまだ続きますドラマでしょ。だから私はね、韓国ドラマよりも自分のドラマの方がよっぽどドラマチックだと思って体験しましたからね。なのでね、まあ、難しい聖書の講義もできるんですけど、なんていうの、それよりもやっぱ体験した話の方がいいかなと思って。私ね、ミャンマーにこの CFNJ 講義やる前にね、何講義したらいいかなと思ってね、散々迷ったんですね。俺ってね、勇気に聞いたんです。勇気、こういう宣教学のこういうのやろうかなって言って、お父さん、お父さんにはお父さんしかできないことを話した方がいいよって言われてね、ああそうかと思ってね、全部やめてで自分のね証中心にしたんですね。なので、まあ、宣教学っていうのもあるんですけど、まあ、それはね、後でまた、ね、機会があったら、まあ、とんか今回はもう証、ね、まあ、もちろん理論もやりますよ後でね。はい、さっき何の話で終わったっけ。そう大学生伝道ね。私は日本にいた時からもう大学生伝道もう専門だったんですね。自分が大学生の時に救われたから、だからもうね、若者たちに、ね、何とかして伝えようと思って、まあなんていうんですか、そのミャンマーの学生たちね。で、学生たちっていうのはね、大体こう頭いいんですよ。理論が好きで、理論家で、議論が好きで、でもなんていうのかな、議論して勝てるわけないんですよ。でまあなんていうのかな、でまあね、キリスト教と仏教はどう違うかとか、そういう話するともうね、議論になっちゃってダメなんですね。だから、なんか違うな、どうしたらいいかなと。そしたら、彼らの本当に信じてるのは仏教だろうかと思いますか。もちろんね、日本でも言うじゃないですか、いや仏教ですっていう、ね、本当に仏教全然なんていうのかな、形だけなんですね。まあ、習慣として、ね、親が仏教だから自分仏教だと思ってるんです。でも若者たちが本当に信じてるのは何か、それはお金教、世の中教、わかりますか、物質主義、ね、お金もで有名になって成功するのが自分が一番だ、これが彼らの宗教なんです。もちろん宗教とは言わないですよ。だから変にね、仏教とキリスト教の違いとかやっても全然魅力ないわけですよ。それじゃないから、彼らの人生を動かしているのはお金、有名、なんか成功。そう考えたら日本と同じじゃないですか。どうですか、日本の若者もそうでしょ。もうそれが自分の偶像であり自分の神なわけです。で、私は気がついたら、あ、なんだ、日本と同じじゃんじゃあ日本でやってたと同じようにやればいいんだって。もうなんかあっさり、なんていうのかな、サバサバしてね、もう変になんか細かい宗教論争やっちゃダメなんです、ね、それでね、自分の証をしたわけですよ。僕も大学生の時は、ね、何が、ね、自分の将来の道か分からなくて、さっきやりましたよね、昨日か、あれをやったわけですよね。これがやりたかったの、これがやりたいことが分からない、その中でイエス・キリストに出会って、ね、イエス・キリストの愛に触れて、ね、でもうこのイエス・キリストが自分の人生の道をこういうふうに開いてくれた、イエス・キリストがあなたのビジョンですよ、イエス・キリストがあなたの夢を実現させますよ、もう目が輝くんですよ。これすると若者、ミャンマーの若者たちが、そうですか、なんで、ミャンマーの大学生たちね、夢がないんですよ、希望がないんです。大学卒業したって就職先もないしね、もう国に未来を感じられないんですね。もうミャンマーを脱出してどっかで外国で働きたい、それしかないんですよ。だから日本に行って働こうか、もうとにかくお金、成功、ね、有名、でもそれ自分の国ではそれが実現できない、まあ、なんと希望がないわけです。そこでイエス・キリスト、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス・キリストがあなたの希望ですよ、あなたの人生道開きますよ、ね、私はそうでしたよ、この証が彼らの心を打つわけです。だからね、そう考えたら、なんていうのかな、あ、ね、伝道っていうのはね、なんかよくね、宣教師、まあ、宣教師でね、ミャンマーでどうやって伝道するんですかって、もちろん国の国民性とかありますよ。でも国民性の違いよりは人間の本質は同じです。人間の悩みも同じです。若者は将来のために悩んでるし、人間関係で悩んでるし、主婦はみんな、ね、夫との関係で悩んでるし、夫たちは自分の仕事のことで悩んでるし、みんな悩むことで同じ、そして罪も同じ、ね、そしたら罪と問題から解決するイエス・キリスト、答えも一つです。ハレルヤ、ハレルヤ、全ての答えイエス・キリスト、信じますか、ね、
もう民族は違うし、国民性もなんかいろいろ一人一人違うかもしれないけど、全ての問題を解決できる方は誰ですか？イエス・キリスト。ハレルヤ。アーメンですか？これに対する確信が一番大事なんですね。じゃないと、なんか枝葉のこのなんていうのか、宗教論争とか枝葉の国民性の違いとかね、まあもちろん宣教学でね研究するのもちろんね役に立つと思うんですけど、根本的には人間同じです。じゃないとなんていうのかな、変なこう何人は難しいとかっていうなんかフィルターで見ちゃうんですよ。わかるかな、色眼鏡、うん、ミャンマーに行ったらね、ミャンマーの牧師先生がこう言うんですよ。いやミャンマーの選挙は難しいですよ。牧師が言うんですよ。ミャンマーは軍事独裁で仏教国で、ね、貧しくて、ね、この国は伝道が難しい、呪われてる。あれどっかで聞いたことあんな、どっかで聞いたぞ、どこでどこで聞いた日本同じこと言うんですよ。なんか理由はいろいろあるかもしれないけどね、もうこの民族はこうだから、ああだからこうだから難しい。騙されてんです。誰に？サタンに騙されてんですよ、うん、宗教がどうだ、何この民族性がどうだ、もちろんあります、否定はしません。でも人間の問題も同じ、罪も同じ、救い主も同じです。信じますか？この確信がなかったら世界選挙できません。全ての人を救うイエス・キリスト、唯一の救い、信じますか？これに対する確信があるならば、あとは細かいところは適用していけばいいんです。で、私その若者たちのその悩み聞いてね、もう日本の人と同じ、将来の悩み、人間関係の悩み、親とどうやってやるか、ね、経済の悩み、ね、イエス・キリストです。アーメンですか、ね、なので、まあ、もちろんね、あの民族性とか言葉とかっていうのは後からついてきます。一番大事なのはイエス・キリスト、全ての救い、全ての人に対する人生の答え、なんて素晴らしい福音を持ってるんでしょう、ね、そうしたら少々の壁は突破します、まあ、もちろんね現実のいろんな難しい中で悩む方が聞いたらね、そう現実は大変だよって言うかもしれないですけど、私たちはそれでも、ね、答えを持ってるんです、ね、人生の答えはこの中にあります。信じますか？だから信じたんですよね皆さん、私たち ね、いろいろあったけど、ね、だったら彼らもこれで救われるはずです。アメン。ゴートストップ、ね、ということで私たちはね、まあ、学生伝道で特にね学生の寮伝道をやろうとしたんですね。寮、ね、まあ、寮に住まわせて、ね、で一緒にね共同生活しながら訓練センターみたいな夢を持ってたんですね。もう私たちもそうやって育ったんだもんで、だから、ね、家を借りて共同生活して彼らね寮、学生寮やりたいな、で日本でやってたみたいにね、そういうふうにやろうと思ったんだけど、まあ、それでね大きな家が与えられたんですよ。3階建てのね、まあまあもうなんていうの、ボロボロなんだけどまあそれでもねでっかい家でね、これはゴーサインだ、ね、これでいよいよキャンパス学生ミニストリーやるんだと思ってね、もう意気揚々してたんですね。そしたら何が起きたか、その2007年にねその反政府デモが起きてね、まあしょっちゅうやってるんですよミャンマーは昔から、ね、それでもうなんていうのかな、大学に入れなくなっちゃった。大学入るときにもう身分証明書とかも提示され求められるんですね。だからもう入れないんですよ。でも学生たちもなんていうの、家にも来なくなっちゃったし、あらどうしよう。でちょうどその2007年のときに日本人のカメラマンでね永井さんっていうのがいて、撃たれて殺されちゃったの、うん、知ってるかなこの人数、ね、大騒ぎだったんです。とにかく日本でも大騒ぎだったけど、ミャンマーにいる日本人の私もうね、伊藤お前危ないから家の中にいるわけないんだってもうね家からも出られなくなっちゃったの。もうねあのミャンマーの現地の牧師先生からね、あの伊藤今最近ねちょっと警察が多いからね家にいた方がいいよって電話が来るんですよ。分かった分かった。私も家の中でじーっとしてる。ねえ主よどうしてでしょうか、今こそゴーサインだと思ったらまたストップ、ね、まあでもねソジョンはねあの自由に出て歩いてましたというのは顔がねあれミャンマー人の顔なんです昨日会って分かったかな、あのね誰も韓国人だと思わない韓国人の顔って言ったらみんな韓国ドラマのああいう感じイメージをするみたいで色が白くてね、ところがソジョンの顔はねなんていうのかな、ミャンマーの普通のおばさん
誰も外国人とは思わない。だからもうね、もうロンジン履いていたらもうね、もうミャンマーで、まあ、ちょっとなんか少数民族でミャンマー語できないおばさんかなと思うわけよ。これでね、自由に出てってね、私はもう、私はどんなに一生懸命ロンジン履いて、もうミャンマー語ペラペラやろうとしても、日本人でしょって言われてね、かくって、ダメだな、まあ、ソジュンはもう有利ですね。もう選挙のためにデザインされた。もうだからソジュンはね、なんていうのかな、ミャンマー行くと生き生きするんですね。あのまあ、韓国にいた時は私なんでこんな色がこうなんだろうと思ったんだって。俺がねミャンマーに行って、あの若い人たちになったら、ね、ソジョン先生色が白いですねとか、キャー、私家に帰って私白いって言われちゃったとか、もう癒されちゃって癒されちゃって、まあ、とにかくね、まあ、それ話すと長いんだけど、まあ、とにかくソジョンはね、まあ、伝道ぴったり、もうねどこ行っても大丈夫、ミャンマー人と思われる。なんて伝道に有利なんだよ、誰も怪しいと思わない。あ、ど、なんだっけ、まあ、とにかく私はとにかく学生伝道は、ね、とにかくストップになっちゃった。いやーね、選挙活動いろいろありますよ、ね、でどうしようかなと思ったわけです、ね、大学生伝道がね、もう主のコーリングで飯でこれを働きのためにやってたのに、自分の好きな働きができない、そういう時に、まあ、家にいたらね、今度ね現地の教会のクリスチャンの、ね、メンバーの方、信徒の方がね、すいません、うちの子供たち、クリスチャンホームの子供たちなんですけど、先生のところに送っていいですかって、ね、あ、どうぞどうぞ来てください、ね、で教会学校、ね、あの教えてください、あ、喜んでどうぞ来てくださいということで教会学校が始まったんですね。でクリスチャンホームで、あのすいませんね、クリスチャンホームの方、私ね、クリスチャンホームの子供たちね、よくわかんないですよこれが。なんで自分はもう大学生の時救われたから、だからクリスチャンホームの子供たちにね、あの昔ノアさんは箱舟で知ってるとか言う、知ってる、やりにくいな、本当にもう、もうなんていうか、で何言ってもね、創世記から黙示録みんな知ってるの、だからね、もうノアさんが昔で知ってるって、なんちゅう、まあやりにくいんでしょ。これで子供もね、またこれなんていうの、賛美するのにこうね、ま、昨日言いましたけど、こう振り付けとかなんかあるじゃないですかね、それもねみんなの前でやるのもこれ、俺も恥ずかしくてね。なんかね、ミャンマーの人の、ね、賛美に、ね、結構この踊りがあるんですよね。でみんなそれでピョン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 やるんですよ。でも私もやらないわけにいかないからやりましたよ。まあなんだ、急に賛美思いつかないけど、なんかね、そういうのやったらもう息が、息、まあそれでもピョンピョン跳ねてですね、子供ですからね、子供相手でね、それでやりました。それでね、まあそしたらね、ミャンマーの教会に通っているクリスチャンホームの子供たちがね、だん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 変えられてきたんですね。私の得意分野は未信者大学生でも、得意なのだけじゃなくて、そのね、主が送られてくる魂のためにニーズに応えるんです、ね、自分が好きなことじゃなくて主が送られてくる魂のために、もうね、苦手な賛美をやって踊りをやってまあそれでもね、まあ、楽しくなってきました、だんだんやってきたら。そして彼らがイエス様の弟子として、ね、目が覚めていくんですね。いやー感謝でした。そんでまあね、もうその中でね、そうスタッフみたいにね、献身する人が起こされてきて、ね、洗礼を受ける子供が喜んだのは、そのお父さんお母さんたち、先生、うちの子供たちやってくれてありがとうございます、うちの子供たちが信仰をね持つようになって本当ありがとうございますとかで、卵とかいろいろ持ってきて、スイカとか持ってきてくれてね。ね、私の家でそういうふうに育ったね、その CS の子供たちが今なんか20代ぐらいになってね、みんな聖書学校に行ったりしてね、なんか嬉しいですね、そういうの見るとね。はい、まあ、とにかくそうやってね、子供集会やるようになったんですね。で私は考えたんですね、そうだ、この子供たちがね、クリスチャンホームの子供たちが信仰継承して、彼らがね、弟子となって送り出すんだ、これが宣教だ、ね、それで伝道しようと思ったんですね。いや、伝道するのが一番やっぱりこのな、魂の救いの、ね、体験をするんですよ ね、 ね、そうですよね。それでよし、お前たち今度伝道に行くぞって言って、先生やったことないですそんな、クリスチャンホームの子供たちはね、伝道したことないで、あのおまけに少数民族なんですね、まあ、民族、あのミャンマーには145の民族があって、あ違う、135か、135の民族があって、まあ、クリスチャンの民族っていうのがいるんですよ、カチン族、チン族、カレン族、まあ、その他あるんですけど、まあ、私の通ってた教会は親族のが多くて、まあね、少数民族というのは結構ね、劣等感を持ってるんです、ね、学校に行ったらね、みんな仏教と、
ね、クリスチャンは一人二人、日本と似てません？でクリ、お父さんお母さんクリスチャンなんだけど、学校に行ったら黙ってるわけですね。伝道なんかしたことで、自分はミャンマー語苦手なんですとか言って、ミャンマー語苦手？僕よりできるでしょ私よりできるのに何がミャンマー語苦手なの恐れ恐れ、劣等感と恐れ、ね、だから大丈夫、できる、行こうと言っても、あんまり無鉄砲でも困るんで、私がね、ミャンマー その先生に聞いたんです。先生、この辺でなんかロボ伝道できるとこないですかね、なんか問題にもならなくて、こう無難なところね、まあ、その時ね、デモ運動、反政運動をやって、警察が厳しい時期ですよ。それでもね、聞いたんです。なんかないですか？ありますよって言うんですね。そのエーヤワディ川っていうでっかい川があるんだけど、その河原の近くにはもうなんか貧民街っていうのがあってね、貧しい人たちがテントで住んでるね。そこはもう誰も何も文句言わないんだってそれで、ああそうかってね。ね、そこね、伝道したらもう何しても大丈夫ですよって。押し行こうってね。それでさっきの私の赤いトラックとこんなコピーしてね、よし行くぞ。でさっきのあの青いタクシーに乗ってですね、ブルータクシーに乗ってね、行くぞ。でそしたらもうみんな不安な顔してね、クリスチャンホームの子供たちね、先生、ミャンマーはね、伝道難しいですよって、今反政府運動を取り締まりしててね、危ないですよ、だけだ、やればできる、ね、行くんだもうみんなね、行く車の中でみんな黙ってね2人2人2人こうチーム組ましてね、で、まあ、みんなこのトラックとね、こう持たして、さあエアワディ川、その河原に着きました、貧民街ね。ではね、2人行く2人で ね30分間伝道するからね、行ってこい。何が起きたと思いますか？行ってこの紙をこうやって配ろうとした瞬間に、子供たちがブワーッと待ってきた。私もください、ください、ください、もう、おー、はい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 、もう、こんなやったらピューって今なくなっちゃった。みんなね、上乾いてんの、わかります？貧しくて、大変で、軍事政権で、もうその中でもう貧しい、テント暮らしの人たちね、もうね、もう心理に上乾いてんですよ。もう配ったらもうみんな受け取るの。もうその場で福音バンバン語るしね、もう全然 OK、 誰も何も言わないの。もうね、学生たちが、そのクリスチャンホームの子供たち、どうなったと思いますか？先生、できますね、伝道伝道すごい面白いですねもうなんつうの、もうリバイバルしちゃってね。もうそれでもう こんな分厚い、あのいっぱい1000部ぐらい印刷があっという間なくなっちゃった全部。それでね、もう車ね、よし30分やったら帰るぞ、みんな帰った時ね、タクシーの中で、先生もう一回行きましょうね伝道ミャンマーできますね。そうだよ、ね、ミャンマーで伝道できない、誰がそんなこと言ったのミャンマーは軍事独裁だから、仏教だから伝道できない、誰が言った？サタンが言ったんですよ。わかりますか？騙されてるんですよ、私たち、ね、日本は伝道が難しい、ミャンマーは軍事独裁だからできない、誰が言ったの、ね、聖書に何て書いてあるか、あるかな、これ、あ、子供集会私いつも話、ね、これ見て、お坊さんも来るし、ね、これ未信者の、全然未信者の子供ね、これ金ボーイ、わかる金ボーイこれ今ね、献身してね、これね、こう洗礼受けたりね、進学校のスタッフになったり、これね、そういうね、子供たちがね、どん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 ね、育ってて、イエス様弟子となってたんですね。あ、子供集会懐かしいわ。あれ、ユキどこだ、ユキ、これユキ、秋、秋、ユキ、聖児がいない、あ、まだ生まれてないかな、まあ、とにかく、ね、これ私、まあ、とにかくね、子供たちがリバイバルしてたんですね。で、ね、第2テモテ4の23、はい、アーメン。時が良くても悪くても、一緒に言いましょう、時が良くても悪くても、時が良くても悪くても、時が良くても悪くても、しっかりやりなさい。アメン。聖書がそう言ってるんです。サタンはなんていうか、日本の伝道難しいよ、日本人は特にもの難しいです、霊的な壁がありますよ、ミャンマーは軍事独裁だから難しいですよ、仏教が 90% でできないですよ、今はね、今ちょっと弾圧があるからちょっとやめた方がいいですよ、サタンが言うんです。聖書はなんて言ってますか？時が良くても悪くても述べてたよ、アメン。
サタンの言葉と聖書の御言葉どっち信じますか？どっち信じますか？ハレルヤ。こっちじゃないでしょう。もちろん状況を考えたり知恵深くある必要はあります。でも命令は命令、2000年前から変わってないです、ね、国民性ん軍事独裁もちろんあります。でもそれに極度に恐れてたらサタンの策略にはまって何もできなくなるんです。私たちは、ね、どんな時でもどんな可能性があっても、ね、主が可能性与えてくださるんですね。はい、受洗者第1号。さあ、じゃあ、ね、受洗者が起こされたか。これがなかなか起こされない ね。イエス様信じますっていう人はね、結構起こされました、ね、もうその場でね、その福音提示やってね、イエス様受け入れますで、教会に来る人も結構起こされました。本当に良かった。でもこれがね、こう洗礼受けてこう電子になる、ここがね、まあ一つの壁なんですよね。なかなかそれが起こらなかった。私たちは祈ってたのは、主よ、洗礼受洗する人を起こされますように、ね、イエス様を受け入れますはいるんだけど、その後のフォローアップ、これが難しかったんですね。で、私たちは教会で、ね、こう日本語教室ってやってたんですね、まあ、日本語に関心がある人も多いですからね。それで日本語教室に来る結構未信者の子どもたち、青年たちがいたんですけど、まあね、日本語教室っていうけどほとんどまあなんか日本語福音提示なんですねもう賛美をなんかね一緒にやっちゃったりしてね、もうさっきの君は愛されるため、その意味説明して、まあ、そんな感じでやってたんですけど、ある時その、ね、その青年一人がやってきました、ね、ソーテイントンって言うんですけど、彼はあのね、まあ、まあ求めてた人なんですね。20歳行ってたかな、その時10代だったかな。とにかくまあ未信者の人がやってきて、もう熱心に聞いてるんですよ、こうやって、ね、で、まあもちろん日本語学びたいって来たんだけど、上乾いてる、真理に向かいてる。で、私がイエス・キリストの話だと、もう目が乾かして、ね、先生、私信じたいですって言うんで、本当か？本当か？もうあまりにも信じて離れる人も多いんでね、ねえ、待って、こいつもまた離れんじゃないかと思って、お前本当に信じたのかって、いや信じたいです。じゃあね、こうね、一番。神はあなたを愛したらあなたに素晴らしい計画を持っています。2番、でも人には罪があってその神の愛と計画を知ることができます。3番、でもイエス・キリストがこの十字架にかかって私の罪のために、ね、罪を解決してくださいました、ね、4番、このイエス・キリストを受け入れるときにあなたは、ね、神の愛と計画を知ることができます。信じますか？信じますって言うんです。あら、受け入れちゃったよ、どうしようと思ってねじゃあね、これイエス様信じますねって。彼毎週来るんです。それで、で、ね、彼がもうなんていうのかな、こうある時ですね、まあ、まあ個人的な話になった時ね、まあ先生で、彼ね、こう喋るのに少し障害がある人だったんですね。口がこうなって、先生、私イエス様信じます、この、まあ、劣等感も強かったし傷も多いしね、そういう人だったんです。で、そういう人がでもね、イエス様受け入れたい、その時になんていうのかな、自分の話をしたんですね。先生、私最近なんかもう落ち込んでるんです。なんで落ち込んでるのって。お母さんとうまくいかないんです。お母さんが僕のことこうやって、ね、悪く言うんだって、ね、お前のせいでうちはこうだこうだとかね、どうしたらいいでしょうか。来たと思ってね、なんて答えたらいいだろうと思って、私ね、もう祈りながら、しよう、これなんて答えたらいいでしょうか、ぐるぐるぐる。でその時にパッと、ね、御言葉を与えられて、それがこれですね、エペソ6の1から一緒に言いましょう。3、はい、子供たちよ、主にあって自分の良心に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その年であなたの日々は長く続くという約束です。これが急にポッと思い出したんですね。やっぱりね、向こうが何か質問してくるっていう時には何か求めてるんですね。で、主はね、その時にこう御言葉をバーッと示してくれます。で、ソーテイントン、聖書にはね、こういうふうに書いてあるんだよって、ね、もちろんね、お母さんと難しいかもしれないけど、そお母さんをね、敬うときにね、あなた絶対祝福受けるよ、ね、地上で長生きするよって、ね、だから、ね、あのね、状況はそうかもしれないけど、一回どうだって祈ってあげるからねって、祈ってあげたんですよってね、お母さんとの関係が回復しますように、お母さんを敬うことができますように、従うことができますように。そしたらね、彼がね、信仰持っちゃってね、わかりました先生、私家に帰ってこれやってみます。彼どうなったと思いますか、その後
家に帰りました。家に帰ってね、お母さん、ね、今まで僕ごめんなさいってね、今度からお母さんのことを敬いますって言ったんだお母さんびっくりしちゃってね、おー息子よ、お前何が起きたんだって。僕ね、イエス・キリスト信じたんだ、イエス・キリストの名刺の命令にねこう書いてあるからやるんだって。そうなの息子、いい子だね、お前急になんか利口になっちゃってみたいなね一気にお母さんとの関係回復じゃん。ハレルヤハレルヤ感謝しますもうお母さん喜んじゃってね、それでねもう彼も嬉しくなってね、先生もうこれお母さんにこの聖書の話したらね、お母さんとの関係良くなってねもう回復しましたよって、僕ね聖書の教える先生になりたいって言うんですよね。ちょっと待って、まだまだ信じて受け入れたばかりでね、その聖書の先生になるって言ったってどうするのってね、いや僕も献身してね聖書の教える先生になる、献身するって、待ってまだ洗礼も受けてないじゃない、洗礼って何ですかっていうね、洗礼っていうのはそうね、イエス・キリストを受け入れた瞬間からジャバーンってやるんだっていう話は、ジャバーンやりたいですって言うんです。うわ、いや困っちゃったな、そんなこと言ったってあんた未信者の家庭でお父さんお母さん反対したらどうするの、いや私がちゃんと説得します、ね、お母さんは OK だったんだけど、お父さんがこれがまたね怖いお父さんでねもうねクリスチャンだって言ったらねもう怒っちゃってね、もうねそんなとんでもないで、もう家追い出せって言ったんだけど、なんていうの、もう想定と彼に負けてない、全然、お父さん僕はねこれからね献身してねもうクリスチャンのお坊さんになるんだよってね、もし仏教のお坊さんになったら結婚もしないでもう家飛び出すけど、それとどっちがいいって脅迫したのすごいわ、ね、クリスチャンのお坊さんと仏教のお坊さんとどっちがいいって言うて、おお、もうお前の好きにしなさいハレルヤハレルヤそれでお父さんも OK、 お母さんも OK、 それでめでたくですね、まあ、彼は洗礼を受けることになってですね、やりましたよジャバーン、ね、父がこう聖霊の御名であなたにバプテスマさせてバザーン、その写真あるかな、あるある、喋ってるとこれ忘れちゃうの、これ5年経って初めての自転車、ハレルヤ、主に感謝します、ハレルヤ、もう嬉しくてね、初めての洗礼、もうね水で濡れたか涙で濡れたか分かんないのザバーやりましたね。え、一人の魂が救われる時に天で喜びが湧き起こるんで、ハレルヤアメン、このために宣教やってんですよ、ね、一人の魂が天で喜びが湧き上がる、いやー宣教師やっててよかったと思いましたね、本当に5年経って初めてね、え本当にです、主は素晴らしい方です、主の救いの喜び何にも代え難いです、アメンですかね。え、そしてあ、これ勇気も同じ洗礼層ですけど、勇気も5歳ですんで、ね、見つけたらこれ、あ、こんなのあったと思って入れたんですけど、それでね、その話もちょっとしていい、あのね5歳の時に、もうユキはもうなんていうの、ちっちゃい頃からイエス様の福音聞いてて、もうなんていうのかなだったんだけど、5歳ぐらいになってね、お父さん洗礼受けたいって言うんですよ。5歳ですよ。だからいやーちょっとねまだ早いんじゃないかなと思ったのね。ユキ、あのねもう少し大きくなってよく分かってから、いや今受けたいってそれで、まあ、悩んじゃったの私、親で。親が信仰なかったもうユキは信仰バリバリで、でも私はもう信仰なくてどうしようかなと思ったんですね。そしてね、まあなんていうのか、こういうこと、まあでもちょっと待ってろって、ね、まあ、まずは祈りましょうとか言って、ね、なんかうまいこと言って、ね、そしたらね、勇気が毎晩祈るんですよ。主よ、お父さんの硬い頭が柔らかくなって、イエス様は洗礼を強化してくれますように、アメン、毎晩祈るの、毎晩祈ったの。それも聞いてたら私もね、いたたまれなくなって、そうかと思って、それでこういうことしたの。じゃあね、今度ね、まあ、ミャンマーの教会の牧師先生に行ってね、相談しようって、牧師先生が OK って言ったらいいよって言ったの。それでね日曜日になりました。そしたらまあね、ミャンマーの牧師っていうのは忙しいんです、まあ、日本もそうだけど日曜日一番忙しい時期だね。まあ喋るのにもね、もうわー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 ね、礼拝が終わった後にみんな挨拶したりとかあるじゃないですか忙しいから ね、まあそんな暇ないんですよ先生ね。で僕が勇気に、勇気、ね、今日はね牧師先生忙しいようだからね、今日はね、まあ、難しいだろうねって。勇気はどうなったか、勇気はその時タタタとかけててね、牧師先生の手をバッと掴んで、牧師先生ちょっと話があります、来てください、ギューッと連れてきてお父さんの前に連れてきて、ポンと、それお父さん喋ってっておお、そこまで言うかで、まあ先生に、先生うちの息子が5歳なんですけどね、洗礼受けたいなんて言ってどうしたらいいでしょうかね、いいじゃないですかってね、もう勇気呼んできて、勇気イエス様信じる、信じるってね、信じたらね、永遠の位置を持ったらどうするって、天国行ける、
もうで OK そっかで、親が不信仰でしたね本当に。もうそれで OK になっちゃってでね、まあそれでね、福井の証とか書いたりしてね、でまあめでたく洗礼受けることになりました。感謝しますまあとにかくね、本当にイエス様の救いをね、体験はっきりしてですね、もう喜んで、まあ家族で一緒に宣教をやったわけです。それでいいのかな、なんか抜けてない、大丈夫、ちょっと大げさかなまあまあいいやとにかくね、洗礼を受けるっていうのはね、本当に喜びです、ねね、もちろんね、未信者が救われるのも喜びだし、ね、クリスチャンホームの子が救われていくのも喜びだし、ね、はい、一人の参拝、一人の罪人が悔い改めるなら天の御使いたちの前には喜びがあるのです。アーメン、ね、この救い、魂の救いのためにね、仕えていくことは最高の特権です、ね、宣教師よくね、大変ですね、難しいですね、まあもちろんそれないわけじゃないですけど、喜びがあるからやるんです、ね、その喜びを前にして前進するんですね。それ宣教は特権です、祝福です。信じますか、ね、はい、ヨセフ訓練学校、はい、実はですね、私はやっぱりこの、まあ、もちろん伝道もね、もちろんやるんですけど、伝道して救われて、その人たちがイエス様の弟子となっていく、ね、献身していく、で彼らをこう整えていく、これもね、やっぱり大事な働きだ。で私はやっぱり若者たちがね、この訓練して、それにすごい祈ってたんですね、まあ、いつか聖書学校開きたいなと思ってました。でもなかなかそれができなかったんですね。そんな時にある青年が私のところにやってきました。ピッ、献身者金比金比少年ね、彼はね、まあ、高校卒業して、まあ、聖書学校に行きたいって言うんですよ、ね、もう、まあ、クリスチャンホームなんですけどね、で、まあ、燃えて燃えて、ところが、まあ、家が貧しくてね、なあ、もう聖書学校を送るお金ないって言うんですね。もうそれ彼がっかりして、先生、まあ、日本語教室に来てたね、まあ、クリスチャンホームの子供なんですけど、さ、先生、私聖書学校行きたいんだけどね、もうダメなんですって、お金がなくてどうしたらいいでしょうか。もう私はもう心の中でオッケー来た金ピ先生がね、金ピ一人のためにね、あなたのために聖書学校開いてあげるよ、うちの家に泊まりなさいもういよいよゴーサインですね、ね、もう家に部屋がいっぱいあるからね、そこに住んでて、もう彼喜んで喜んで、もうね、その親も喜んで、先生お願いします、うちの息子。そして彼のそのヨセフ訓練学校、ね、なんでヨセフかというと、まあ、昼間は働いてお金稼ぐ、まあ、大変なんです彼はね、まあ、高校卒業したばっかりでね、もう大変な炎天下の中で自転車でなんか配ったり、そういうなんか大変な仕事なんですけど、まあ、それで家に帰ってきて、まあね、昼は仕事で、夜は私と一緒にね、聖書を学んで祈って、といってもね、もう夜遅く帰ってくるから、もう学びじゃないんで、もう先生今日こんな仕事大変です、そうか、そうね、そうだねって、これが聖書学校なのもう実践的なのこんな上司がいて嫌がらせ、そうか、うん、そうね、でも最後は御言葉に落ち着くの ね、 これね、だから変になん か、 なんかカリキュラムがあるんじゃないの、ね、世の中の荒波に飲まれて何ね悩んで、それに御言葉が答える、これをやったわけですよね、ヨセフ訓練学校。そしたらね、彼も毎晩、ね、夜遅くなってもね、あ、そっか、これか、御言葉かって、ね、そこで答え見る、だん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 彼がね、訓練されて成長されて変わってきました。でね、まあね、バカで知ったんですよね、金ピ、君はね、ヨセフみたいになるよって、ね、今はね、まあ奴隷のようになって、もう本当奴隷みたいな仕事な、もうた、ね、奴隷になって誤解されて、今度は牢屋の中に行って、ね、でもね、あなたはいつかね、首相になるよ霊的リーダーになるよって言ったんですね、ヨセフみたいにって、ね、本当にね、霊的に国をね、導くリーダーになるよって、ね、ビジョン持ちなさい、ビジョンをって、ね、ビジョンの人、ね、ヨセフ、私ヨセフ大好きなのもうね、ヨセフみたいになるよって、ヨセフ訓練学校を開いたわけですね、金ピ一人のためにね。で彼は分かりました先生、昼間はもう仕事して、まあそういう講師やってる口にですね、まあなんていうんですか、まあ、大学行きたい、ね、彼もね、やっぱり、まあ、大学行きたい、どうしたらいいかなって、ね、まあ、で私がね、ちょっと、まあ、日本に帰国してる間に、あの金ピはどうなったかなと、まあ、金ピは実家に戻ったんですけどね。で日本から戻ってきた時に、彼はね、もう私のさっきの証トラクト、
を持ってもうあちこち配り歩いてるんですよ。わあ、成長してて嬉しかったんですね。なんか先生が言ったからとかじゃなくて、自分でもうね、もうじゃんじゃん、ね、配り歩いてた。彼のね、その宣教の思いが変わらないのを見て、これだってね、やっぱり一人の弟子、一人の弟子を通してね、国が変わるんですね。アメン、ハレルヤ、ね、それで彼にね、ね、で今後どうしたいって言うからね、いや大学行きたいんだけどね、やっぱりお金、家の事情があってね、お金もないし、ね、よし金品、先生がねマンダレーで、まあ、その町で一番いい予備校に通わせてやる、勉強しろって、ね、彼が勉強して、ね、もうね、イエス様の宣教の思いあるから、本当に大学に入れば彼を通して友達に伝道できる。まあ、外国人はね、どうしても大学、ね、いろいろ制限があるわけですよ。外国人というのはなかなかね、大学にも入れなかった。でも金ピセオナンがね、普通に学生として入学して彼が伝道するなら、彼を通してリバイバルが起きる。で、私たちはね、このビジョンを受け取ったわけです。よし、この一人の弟子を通して大学のリバイバル、ね、金ピ、お前絶対合格するってね。学歴のために勉強するんじゃない、伝道のために大学行くんだ、信じるか、信じます、信じます。それで彼はね、もうマンダレーで一番いい予備校塾ね、お金高いんですよ、これが。でもね、まあ、このためだったらと思ってね、もう私に学費払ってやったんですね。まあ彼ね、勉強そんなできる方じゃない。ちょっとね、感情派なんですね、感情、ちょっと感情派なんだけど、まあね、もう動機がね、もう学歴のためじゃなくて、まあ、とにかく伝道のためだって、ね、動機づけいっぱいあげて、ね、まあ私の家でね、住まわせながら塾通いをしたんですね。でね、その塾がね、もうすごい立派な塾でね、もう学生がね、めちゃ人数多いんですね。これはね、大学行く前にもうここで伝道しようと思ってね、私がね、金品、俺たちね、ここで伝道するぞ、ね、信じるかって、先生できますか、こんなところでって、できる、やればできるんだ。相変わらず無鉄砲宣教師ね。それでね、行ったんですよ、その塾長っていうのがいいですね、塾長、塾長のね、まあ、予備校の校長先生ね、校長先生とか言ってね、すいません、ね、私たちね、ここで、集会やりたいんですけど、いいですかって、ね。まあ、いきなり言ったら、絶対ダメなんですね。で、私も考えたんで、どうやったらいいかなって。ね、あ、日本語教室、韓国語教室の、ね、宣伝をしたいんですけど、いいですか。あ、いいですよってね。で、やっぱりね、好意を得るって、好意を得るって分かりますか、そのね。あ、良い印象を得るのね。で、先生、この塾、どうですか、大変ですか、もういろんなことが大変で、こうで、ああで、健康がもうで、この塾運営がどうで、あ、そうですか、祈ってもいいですか、あ、もちろんどうぞって言うんですね。祈ってほしいです、祈ってもいいですかって言って、嫌な人一人もいません。特にね、組織のトップの人っていうのは、ね、プレッシャーが多いんですよ。日本の会社とかもみんなそうです。日本の会社の社長たちはね、そういうプレッシャーに勝つためになんか占い師とか行くんですよ、政治家とか、うん、多いんですよ。みんなね、なんかそういうなんか霊的なもの求めてるんです。ミャンマーも同じ。で、私がね、塾長、ね、あなたの校長のためにね、祈ってあげますかと。彼女もいきなりこう、ひざまずき出してね、じゃあ祈ってくださいって、ね。びっくりしちゃってね。だから私も、ね、イエス・キリストの皆の権威によって、ね、この塾長を通してここは祝福されます。仏教徒ですよ、バリバリ。ね、もうね、もうバリバリ祈りました。もう思いっきり、ね。あなたは祝福になります。ね、そしたら、ありがとうございますって言うんですね。もうこう言われてバッチリだってね。で、何月何日ね。で、私ね、その塾の中にこういうホールがあるんですね。もう何百人も入るようなホールね。金品に言ったんで、金品、ここで伝道集会やれると思うか。へえ、先生、仏教の国でそんなまずいですよ、問題ない、信じなさい、ここで伝道集会やるぞ、ああはいみたいな。もうね、金品にね言ったんですね、ここでね。で、そこはね、塾でよくそのホール使ってなんか講演会とかよくやるんですよ。だからね、これ今度やるぞってね、分かりました。で、まあ塾長の OK ももらったしね、金品見てろ、まあ私がやるというよりは金品に見せたかったんです。ミャンマーの、ね、仏教の国、軍事独裁の国、伝道が難しい少数民族でもできるんだということを見せたかったんですね。で、私もハラハラしましたけどね、まあ、とにかくできるってね。まあ、そんで、そのなんだ、私もね、トラクト準備したんですね、この例の私の証トラクトで。普通になんかトラクトやると問題になるから、裏にね、この日本語教室案内とかね、日本語教室、観光教室の募集とかやって、その裏に、ね、全部私の証書いたので、こっち向けてこう配ったの。もう400部コピーした、うん、そしたらどうなったと思いますか。当日
600人以上来た600人ずらーって若者ばっかり、18歳以下のこのなんていうのかな、青年たち、見たことないそんなもう大伝道集会になっちゃった。うわー、でも私金品に言ったのはどうだろうね、今日の夜お前奇跡を見るぞって見たいかって俺でね、まあ、もう配ったの、もう足りなくなっちゃったの、私の信仰が足りなかったの、もう600部コピーすればよかった、まあ、とにかくねそれで配って、最初はなんか日本人だなんだね、日本語教室だそういう話したけど、最後にね、あなたたちの将来はどうなると思いますかって、ね、イエス・キリストがあなたの将来の希望です、ね、イエス・キリストだけがあなたの人生の道開く方です、みんなああ塾長だけがちょっとこんなのかな、でこの宗教の話で終わったけど、もう関係ない、もう私がマイク握ってますからねマイク握っちゃったらもうこっちバン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 喋るんだよもうそうしたらね、もうみんなもうすっごい、わあ日本人なのに宮間語喋るんですかとかなんとか言ってね、でまあね、あなたたちもねもう日本語もできるようになって、ね、将来も開かれてイエス・キリストがあなたの人生変えますよ、もう最後はもうみんなね、もう明るい顔してね、福音伝えることができた。一番びっくりしたのは金品ミャンマーでもできる、ね、やればできます、ね、一緒に言いましょう、やればできる、やればできる何でもできる一緒に言いましょう、やればできる、何でもできる、宣教できる、信じますか、信じますか、アメン、信じた通りになります、ね、まあとにかく奇跡は起きる、信じればBe continue 何時？何時までこれ？55分？ちょっと残ってるけどね、まあ、とにかくで彼金品その後どうなったか知ってますか？彼まあいろいろあったんですけど、聖書学校に行って今教会の伝道師としてバリバリ伝道してます、ハレルヤ、ね、彼ね、でこの間なんだ何年目だ、 CFNJ のね短期選挙チームがその彼の教会に行ってね、ね、もうね、もう喜んで喜んで、うん、ね、CFNJ が何年だあれ、2019年かな、あの琴葉さんたちでね、まあ後でその写真も見せますね、もう彼らはその私の弟子の金品 の家族がやってる教会のね、開拓教会に行ったの、うん、いやーもう話聞いてね、あの金品青年がこの金品青年がね、今ね、まあ、お父さんが牧師になったんですけどね、まあ、その息子がね、もう本当に素晴らしい祈りで、ね、もう祈りと伝道のね、足となって、もう今でもミャンマーのために仕えてます、ね、一人の弟子が救われて、ね、主のために献身するときに国が変わります。アメンですか、ね、目の前で何人救われたか分からないかもしれないけど、一人が変えられることが大事なんです。その一人を通して主の働かれるんです。信じますか、雨ですか、ね、だから私はもうね、本当にまあいろいろあったけど、金品ね、このように育って本当に感謝します。もちろん主がね、彼を捉えて人生導いてね、でそのドラマを見るときにですね、本当に主の栄光をね、本当に感謝したいと思います。アレルヤ、感謝しますということで To be continued、 本当はまだまだ話続きますんでねはい、ね、ミャンマーのことたくさん質問あると思うんですけど、時間、もう一回賛美しましょう。世界に、はい、世界に出て行き述べ伝えよ、主イエスの福音唯一の救い、一緒にあらゆる国民弟子とするため、私を世界に使わしたまえ、誰かが福音伝えてくれた、今度は私が伝える番だ、まだ主を知らずに滅びゆく民は、暗闇の中で光を待ってる、救いの喜び
心に抱き聖霊の力で語り続けよ、すべての民族福音聞いて、主イエスが再び来られる日まで。アメン。感謝します。はい、祈り課題ね、ぜひミャンマーのためにお祈りくださいね。ミャンマーの自由と平和が回復し、本当の民主化がなされますように。今ねクーデターでいろいろありますけどね、あれね、まあ主がね回復させるように。2番、主の導くふさわしい時にミャンマーに戻れますようにね。いつかもミャンマーに戻るつもりですね。でもその時がまだはっきりしませんね。とにかく今はまだ戻れない。コロナだ、クーデターだ、治安だ。でも必ずまた開かれると信じます。はい、3番、日本にいる間日本の諸教会と共に協力して宣教の働きができるように。今やってますこれこれですまさに、ね、日本にいる時には日本でしかできないことをやる、ね、伊藤家のモットーここでしかできないことをやろう伊藤家はこれをいつも、ね、モットーとしてですね。でも主はね本当に日本で、ね、じゃなかったらここでね抗議できなかったわけですよね。だからねこれも主の導き、ね、だからね、まあ、もちろんミャンマーにねやることあるんですけど、ここでしかできないことをやります。なのでぜひこのためにね今一緒に お祈りしてください。お祈りしましょう。地を本当にリバイバルさせるために本当に今いろいろなことありますけど、主が本当に癒してください。回復させてから治安が本当に戻ってミャンマーに戻れますように。本当に軍事政権ではなくて本当の民主化が行われ自由になるように本当に安全な国に戻りますようにどうか導いてください。主はまた本当にその働きをまた再開できますようにどうか導いてください。またミャンマーに戻れない間その日本でも本当に主が本当に果たすべき働きをすることができますようにお願いいたします。主はどうか本当に加えてここに日本の諸教会は本当に辺境に行くために持ちられることを感謝します。ここでまたすぐに本当に攻撃ができます。攻撃、ね、世界選挙のために足を貸すことができますように、事業することができますようにお願いいたします。感謝してイエスのお名前を祈りいたします。アメン。主、本当にあなたの御名前を聖霊様はどうか本当にこの選挙をなさいますようにお願いいたします。聖霊様どうか、アメン。アメン。感謝します。ですね、ミャンマーの証、宣教の証、資料集欲しい人は下記のメールアドレスまでですね、まあ、ここにも書いてあるんですけど、そのメールアドレスがあるので、まあ、最近は LINE でやるのかなでもね、メールの方が私後で連絡取りやすいので、質問感想、ね、あとはまあこういう、ね、宣教の資料欲しいとかね、そういう方はぜひここにメールやってください。あ、昨日来たからこれまだもらってないですよね。そう、はい、他の方はみんな配ったんですけど、ね、ぜひですね、メールアドレスにですね、感想レビュー書いてください。レビューでレビューだけじゃなくて質問もね多分いっぱい出てくると思います。今日聞いて、ね、知りたくなるとね質問するのが自然なんです ね。どんどん質問してください。それとなんていうんですか、まあ、ミャンマーとか選挙に関する、ね、資料、ね、欲しい方には、ね、ぜひ差し上げますので、はい、そんな感じです。55分だっけ、5分残った。はい、質問、ね、あ、どうぞ早い。先生がうん、あ、マイク、ね、すいません、誰か鉛筆、ちょっと鉛筆終わっていいですか。鉛筆、あ、これでいいですか。すいません、あ、大丈夫の、うん、はい、どうぞ。あ、どうぞ、口で、はい、うん、偽証と言いますと、その偽は、はい、初歩でたくさんこう人伝道してて、その人にはこう、まあ、つまりこうイエス様のことを受け入れる段階ってあるじゃないですか。なんか僕も山手線でブラジル人の方と一緒に
山手線の方に急に伝道するみたいなのの通訳を一回やったことがあってまあこれ日本だと合わないなみたいな、なんかリスンみたいなやった時に、やっぱりその段階は人間ってあるなっていうのはすごい感じている中で、そのなんかこう伊藤先生の中でそのさっきのこう集会をする時の建前は日本語のこうを教えることだけど、まあ気持ちとしてはイエス様を伝えることで、ここにこうスルっていくことっていうのはすごいこう、なんて言うんだろう、あの、まあ、先生の賜物というか、で僕もそういうことが結構好きで、近いことをやってた時にそのなんかこの立法、まあ、立法的っていうのも結構曖昧だと思うんですけど、このなんかこう偽証をするみたいなものとか、こう嘘偽りみたいなものと、あのこのなんて言うんだろう、 ここの境目ってすごい自分をブレイクスルーがすごく欲しくて、で実際こうあのお弟子さんの教会が立て上がったっていう身を見た時に、あのつまりその未来を見た時にそれって分かると思うんですけど、なんかこう伊藤先生の経験の中でその瞬間のこのなんて言うんだろう、このそういう領域っていうんですか、あのそこっていうのをちょっと先生のこうなんか長い経験というか深い経験の中でちょっとアドバイス欲しいなと思って。要するにこの伝道と、なんていうのかな、まあ、偽りの証みたいな差がある。なんかこうその嘘も方便みたいな日本の言葉とかもあるじゃないですか。それをどう思うか、そしてなんか この辺のブレイクスルーもすごく僕も欲しくて、はいはい、いい質問ですねまあもちろんね、自分の体験があったからだと思うんですけど、さあ皆さんどう思いますか。私が答えちゃったら面白くないね、あでも時間がね、あと3分で、どう思う？どう思いますか？日本だってそういうことあるでしょ。私は最後にまとめて話しますんでどうですか？そういう体験ある人、ね、これって嘘も方便でいいのか。あ、どうぞ。どうした？その時どうした？嘘も方便で、まあ、その方に福音が届いて、うん、あやっぱり良かったって思った時と、うん、やっぱトラブルが起きて、うん、あ嘘から始まってるからかなっていうちょっと葛藤があって、うん、あやっぱりそういうやり方じゃなくて、まあ、できればなんか全部本当のことで通っていくなら、うん、そっちがいいなって思ったこともあって、うん、ちょっと難しいなって思います。なるほど、そうですね。他に、はい、どうぞ。受け取る相手の、受け取る相手のなんか段階にもよるのかな。1週間か前ぐらい、ちょっと前にその集会に出てて、で、まあ、早く着いたんで結構そのみんなでプラッと立ってたんですよ。でなんか通りがかりの人がめっちゃ顔を見て来られて、で顔見て去ってくんかなと思ったら全然去らないんでなんか声かけて、で、まあ、僕は結構ストレートに言っちゃうんで、あの僕たちクリスチャンでみたい な何やってんのみたいな言われたんで、なんかこれから集会あるんですけどみたいな、よかったら来ませんかみたいな、ちょガツガツ言いすぎて多分一瞬引いたんですよねでも一緒にいた女の子が、あでもタンバリンとかいろいろやるんでみたいな、楽しいですよみたいな感じでこんなどうって、で結局あじゃあ、まあ、また時間になったら行くわみたいな、行くわって言わなかったですね、なんか去っていかれて、うん、なるほど。で、まあ、もう一回話しに行って結局来てくれて、最終進行告白まで行ったんですよね。で僕ら別にそこまで思ってなくて、うん、通りがかったおっちゃんやしみたいな、うん、集会来てくれたらいいなぐらいだったんですけど、なるほど。そのなんかこうまっすぐ言うことと、うん、そうですね。でもなんかこう相手に対してのメリットじゃないですけど、はい、求めてない人へのメリットみたいなのは、そうですね、両方ね、両方いるな、はい、他にどうぞ。出ますね、私が答えるよりいいね僕もそういうことしてたことあったんですけど、そもそもその最初始めるときにあの神様に聞くっていうのがやっぱりあのそもそも神様がその知恵であのそういうふうにした結果、僕ゴミ拾いとかしながらってあったんですけど、そのそういうことも全て主に聞いていくっていうのがやっぱりあの時にはあのいい場合もあるし、 そこも大事なのかなっていうのをすごい思いました。他になんかグループディスカッションみたい面白いね、私こういうの大好きな、大体そんな感じ。あ、どうぞ。いや、いいんですよ、どんな意見。嘘を言わなきゃいいんじゃない。うんうんうん、あ、いいです。でももうちょっと話して、もうちょっと、あの
嘘さえ言わなきゃいいんじゃないかなって、うんうん、例えば日本語教師は嘘じゃないから、うん、そうですね、うんうん、なるほどあの、ねはいうんうん、偽りを言わなきゃいいんじゃないかなってだけです、うんね、はい、はい、ねあのそうね私ともちょっと答えて私もいろんな経験して一つ言えるのはあの方法論でなんていうのかな縛られすぎちゃうと恐れてなんていうのあこうやったらまずいかなああやったらまずいかなってだんだん消極的になっちゃうんですねまずはいろいろやってみる何でもやってみるするのぐらいの方があこれはまずいんだとかねあこうやったらよくないなって学ぶんですね学ぶやる前からこう考えすぎちゃう人はね結局なんか伝道できなくなってくるんですよどん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 だから、ね、だからぶつかって覚えるっていうのかな、うん、でなんていうのかな私の場合はミャンマーは特にそうですわからないですからねで、まあ、現地人のアドバイスもらえますしねでその人のニーズも考えますで教会に行く理由って皆さんどうですか最初から福音の救いを求めてきますかもうある人は韓国料理で来るしある人はタンバリンさっきの、ね、話も来るし、ね、踊り見たい、ね、歌が大好き女の子に会いたいもういろいろあるんですよねだ最初そんなもんですよみんな、ねね、純粋に私はイエスキリストの聖書の真理が知りたくてそういう人はね本当に少ないきっかけはいろいろなんですいいんです主はそれも用いると思いますだけど最終的にイエス様につながればいいんですちょっと安易すぎるかな私はなんていうのこのなんていうの私は無鉄砲宣教師なんで、まあ、そうやってきたわけですね、まあ、その中でいろんなことを学びましたそれは自分にとってすごくプラスになっただから、まあ、戦略論後から出てきますけどまずは体当たりぶつかっていく、ね、そこで相手がダメって言ったらあごめんなさいって言ってやめればいいんです、ね、という安易な考えなんですけどどうした神様信じますかとか何だろう何か教会行きませんかといきなりお互い何も知らないのにそういうことを言うということはやっぱり何か相手に対して失礼ではないかなと思ってで僕の方法とかではやっぱりそのノンクリスチャン集まるあのお酒を出す店とかそういう店に行って本当に何だろうやっぱり彼らが持っていたもんってクリスチャンに対する何か思いがあったんですよ、ね、なんか偏見というか、うん、あのクリスチャンの人たちはこういう自分たちこういうあの飲み屋街通ってる自分たちヤクザモンみたいな人たちには、うん、絶対なんかあんまり距離を置くやろうなとか思っとったらしくて、うんうん、オッケーあのね、はい、ごめんなさいね、はい、あのみんな休憩になっちゃったあのね、素晴らしいと思いますで私伝道の方法なんていうのはセンサー万別1万種類以上あると思ってるんですね、うんでいちいちあんな方法おかしいよってやってたらキリがないんですねどの口でぶつかるか分かんないんですよでその、ね、サトル君がやってた方法もそれもね主が必ず用いると信じます でそれを自分のスタイルと違うからって否定しちゃいけないんですね OK 分かりますかこのことでよくあるんですよ自分と賜物が違うとねあんな方法じゃ救われないよとこれは日本じゃ足り、ね、効果的じゃないよと言いたくなるんですけどそれで救われる人もいるわけですよね、言葉が大事であってねあ行いがよりも、ね、生活で見せなきゃどっちも大事です、ね、でさっき御声聞いて ね御声聞きながら示される通りにイエス様つながってやってください伝道の種類は1万種類以上あります数えたことないけどだからすみませんね話の途中でねもうだからあの行いが大事だ関係形成が大事だ OK、ね、いきなりイエス様信じますか OK じゃんじゃんやればいいんじゃんじゃんやらなくなっちゃう方が問題なんです逆に言うと思いがあれば方法は後からついてきます信じますか無鉄砲選挙無鉄砲選挙、ね、あでもちゃんと主が守りますからね守りの中でやってください大体そんな感じですはい、はい、ありがとうございます